この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明治安田生命。体力がなかった、引っ込み思案だった、 J リーガーだって初めから特別だったわけじゃない。明治安田生命は全国でサッカー教室を開催。この国の新しい夢を J リーグと共にサポートしていきます。スポーツくじトト、隣の親父13試合を予想トト、ときめきキャリーオーバー6万長者のチャンストト、東大元暮らし試合予想が楽しいトト、トトは一口100円、あ、トト試合予想が楽しいトト、東京売り場で買えるトト、隣の魚なんとコンビニでもトト、トウモロコシしかもネットでも買えるトト、トトは一口100円、あ、トト。ベトナムメコン川の支流に架かる関東橋は、日本の技術が生かされた東南アジア最長級の橋である。ここでは振動や歪みなどのデータをセンサーで常にモニタリングし、異常を検出するシステムを導入。安全な車両の行き来とベトナムの人々の安心に一役買っている。 Data for the people NTT データ。最終節の水戸には3つのものがかかっています。シーズン終盤に掲げた目標勝ち点の50、そして22チーム制になって最高となる13位以上、そしてホームでの負け越し回避、維新公園で水戸を破った昇格組、今シーズンここまで非常に健闘している山口を迎え、2016シーズンの最終戦を迎えます。この時間は2016明治安田生命 J2 リーグの第42節最終節、水戸ホーリーホック対デノファ山口 FC の一戦をお送りしていきます。会場は茨城県水戸市にありますケーズ電機スタジアム水戸です。上空は綺麗な青空が広がっています。昨日の雨とは一転して今日の茨城県地方天候は晴れ、気温は21度4分、そして湿度は 53% と絶好の観戦日和になっています。それでは今日の放送席ご紹介をしていきましょう。今日のゲームの解説はおなじみの渡辺一平さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ピッチサイドリポーターは佐藤恵美さん、実況西達彦でお送りをしていきます。まあ、早いもので最終節迎えましたね。らしくない天気ですよね。暖かくて、はい、本当にまだまだリーグが残ってるかのような感じはします。この時期っていうのはベンチコートを着てね、あの観戦するというのが結構一般的ですが、今日は割と薄着の方多いですからね。多いですね、はい。そういった中で行われる一戦です。今日は最終節ということもあってたくさんのサポーターが集まってきています。それでは J2 の順位表を確認しておきましょう。41節終了時点で、まあ、昇格降格いずれもまだまだ分からない状況で最終節迎えました。まあ、いつもこうやって最終節までもつれますけども、上も下もかなり緊迫感のある最終節ですね。まあ、正直札幌がここまで、まあ、最後までもつれ込むとは思いませんでしたね。まあ、前節よく勝ったと思いますが、まあ、清水と松本も入れ替わりましたし、まだ何が起こるか分かりません、はい。で一方なんですけれども、これ降格圏の部分に関してもまだまだ分からない状況ですね。まあ、そうですね、条件だとかありますけれども、まあ、22と21でも全然違いますしね、ここはね、はい。まあ、本当にこう J2 と J3 は非常に大きなこう境目があるような気がします。本当にこの最終節は注目の一戦が多くなっています。それでは両チームの前節のハイライトを振り返っていきましょう。まずは水戸ホーリーホック、前節は北九州とアウェーで対戦をしました。
まあ、本庄陸上競技場、これ最終ゲームだったんですね。その中で後半の17分です。佐藤和弘から受けたロブロフランクのこのシュート、前半重い展開の中でよく先制点取りましたよね、はい、でこの1点がかなり北九州に重くのしかかったんですよね。その2分後コーナーキックからこのクリアボール、最後は白井英二のゴール、何か失点目を引きずってしまったかのような切り替えができない中での失点でした。でこのあと87分過ぎまではずっと水戸がリードをしてこのまま終わるかなという展開だったんですが、45分です。後半の25分です。ディフェンダーの福井亮次が、まあ、イエロー2枚目で退場。そして45分、小松の落としから最後このロドリゴのゴールが決まって2対1。まあ、前線の選手を増やし攻撃に厚みを増した、まあ、最後なんかっていうのはこう北九州の意地が勝ったかのような勝ち点1でしたね。まあ、これ北九州にとっては本当に大きな勝ち点1ということになりました。水戸は勝てた試合を、まあ、勝ち点2を落としたという状況です。まあ、水戸ホーリーホックはこういった試合がちょっと多いのは気になりますね。ですね、まあ、数的不利とはいえ、やはり最後守備の硬さといったところが水戸の支えでもあるところ、やっぱこの引き分け18というものをいかに勝ちに結びつけるか、そこがまあ今節もそうですし、来季に向けてのやっぱ課題だと思います。一方のレノファ山口なんですけれども、前節ハイライト振り返っていきましょうか。こちらの方なんですけれども、モンテディオ山形と対戦をしました。その中で川西からのこの抜け出し、最後は大黒、まあ、らしいゴールでしたね。いやここまで本当によく抑えてたんですけどね、一瞬の隙を突かれましたね。そして前半の46分です。福光から中央を折り返して最後は鳥海、アディショナルタイムの同点ゴール、これは大きかったと思いますし、山口らしい人の関わりでしたね。そしてこの勢いのまま後半13分です。加藤から最後はこの福光のゴール、カウンターからでしたけれども、ラストパスも優しかったですし、シュートも狙ったコース、いい形の勝ち越しゴールでした。そして34分山形なんですが、このゴールキーパーのクリアミスに山田が詰めていました。まあ、結局これでこちらの方もリードをしながら、まあ、勝てた試合で、まあ、引き分けという結果に終わってしまいました。まあ、そういった意味では前節は共に悔しい思いをしている両チームです。さてレノファ山口、まあ、昇格組で12位というのは十分な検討ではあるとは思いますけれども、ただここのところちょっと結果が出てないんですね。そうですね、まあ、失点が多いということ、それも複数失点ですね。で攻撃に関してもなかなかリズムが生まれない、そういった中でやっぱりカウンターでの失点、セットプレーからの失点が目立つのが気にはなります。まあ、ここのところ複数失点がずっと続いています。まあ、2失点が続いているとどうしてもこう勝ち点としては伸びていかない、そんな現状があるレノファ山口です。それでは今日の両チームのスタメンをご紹介していきます。水戸ホーリーホック最終節のスタメン、ゴールキーパーは笠原です。ディフェンダー4バックは右から田向、細川、そして今日は出場停止の福井亮次に代わって伊藤真希人がスタメン、そして内田光平です。ダブルボランチは兵藤明宏とロメロフランク、そして2列目左に湯沢洋介、そして右に今日は3試合ぶりのスタメンの白井英二、そして2トップは佐藤和弘と平松修が入ります。ベンチメンバーはご覧の通りのメンバーが入っていますが、ルエン・コン・フォンは、ベトナム代表の招集に当たりまして欠場しています。一方のアウェーレノファ山口 FC です。今日はゴールキーパーを変えてきました。34節熊本戦以来のスタメンの一森潤できています。そして4バックは右から小池龍太、ユン・シンヨン、奥山正幸、2試合目のスタメンになります。そして、19番の星雄一、ダブルボランチは三幸秀俊と庄司義弘、2列目鳥海優也、福光隆樹、島谷康則、そしてワントップに加藤大輝が入ります。こちらの方はだいぶ怪我人が戻ってきまして、ベンチメンバーご覧の通りのメンバーが入ってきています。さて今日は水戸のコレオをご覧いただきましょう。バックスタンドに青と白のコレオグラフィーを作っている水戸ホーリーホックのサポーターです。まあ、水戸は一足飛びに観客動員が増えているというわけではないんですけれども、まあ、昨シーズン、ホームゲームの観客動員数が10万飛んで1132人、まあ、平均観客動員で4815人でした。そして今シーズンは前節の段階で平均観客動員が5270人と、まあ、着実に毎年伸びてはいるんですね。そうですね、今シーズンもなかなか昇格には叶いませんでしたけれども、クラブライセンスの件だとか、はい、まあ、しかしそういう中で非常にホームはいい雰囲気でゲームができてますよね。
まあ、そしてレノハ山口の方も素晴らしいなと思うのは J2 昇格1年目にしてホームの平均6654人を動員しました。まあ、レノハはレノハらしくあのつなぐサッカーというものは J2 には珍しくてね、この中を見るものを引きつけるような、そういったサッカーを上野監督展開してますから、やっぱあれが結果出てくると、まあ、もっと上で見たいなって感じはしてきますね。まあ、チャンスとなれば本当にこう前の選手が一気に流れ込んでくるという本当に素晴らしいパスサッカーを展開しています。両チームの選手がピッチへと姿を現しました。青のファーストユニフォームで登場の水戸ホーリーホック、そして今日はセカンドユニフォーム白とシルバーのユニフォームで登場しています、レノハ山口 FC。まあ、共に昇格降格には特に絡むというわけではないんですけれども、まあ、水戸にとっては1つ3つのものを冒頭にもお伝えしましたかかっています。目標勝ち点の50、そして22チーム制となって最高となる13位以上、そしてここまではホームで6勝7分け7敗の今シーズン、まあ、したがってホームでの負け越しを回避するために大事な一戦です。そして過去の対戦成績ですけれども、第19節レノハ山口 FC ホームで行われた試合では1対0と山口が勝っています。まあ、右サイドバックの小池から三幸がスルーをして逆サイドから入ってきた福光の右足、これが決勝点になりました。まあ、その試合を振り返って上野監督はどちらに転んでもおかしくないゲームだったと、最後まで選手が体を張って、そしてセットプレーでも失点せず取り組んだ成果が出せたと、あの試合に関しては評価を与えています。一方西川監督の方は粘り強く対応はできていたんだけれども、マイボールの時間が少なくて、そして後半自分たちが疲れて足が止まってしまったと、そういった話をしています。まあ、したがってこれパスワークの時間をどれだけこう水戸としては減らすことができるか、プレッシャーかけるかですね。もうそうですし、やっぱり両チームとも今のサッカーを見るとボールをある程度保持してゲームを進めたいと思うんでね。はい、さあ今両チーム写真撮影終わりました。ポイント数が行われようとしています。ヒロさん、蹴るお願いします。このままで、じゃあキックオフで、じゃあお願いします。今日の審判団を紹介しましょう。レフリーは山岡亮介、アシスタントレフリー村井亮介、細根牛尾、そして第4の審判柿沼徹の4子審判です。今日の主審山岡亮介、35歳です。今シーズンから J2 の笛を吹きました。今シーズン担当9試合目になります。さて試合の見どころとしてはどんなところをこう立ち上がり注目をしていかれますか。まあ、最終節、特にホーム水戸はこの後セレモニーもあるわけですし、そこはやはり勝って、勝てば全て解決するわけですよ ね。先ほどの3つの条件というのもクリアできますし、なのでやはり今日の一戦にかける思いというものは上にも下にも関わってはいませんけれども、いつものゲームよりもかなり高いテンションで入れるんじゃないでしょうかね。まあ、そして今日は本当にたくさんのホームのサポーターの後押しがあります。聞きますは西ヶ谷隆之監督です。一方山口もここ最近結果は出てませんけれども、シーズン通してあのつなぐサッカー、魅力的なサッカーというものを、まあ、ずっと通してやってきたわけですから、上野監督もその辺は譲らないでしょう。まあ、上野監督は試合前に1年の成果が出るようにと思っていると、まあ、したがってもう積み重ねたものを出すだけという、そんな一戦ですね。しかし、まあ課題というものは両チーム前節からもそうですし、ここまであるわけですから、そこも克服しつつ来季を見据えたサッカーとなるでしょうね。はい、まあ、試合展開が動いて、まあ、どちらかが一つリードを奪った段階で、まあ、その後にどういった形で、まあ、試合を展開するのか、この辺に関してはお互いに課題はあります。今前半のキックオフはされました。左エンド青のユニフォーム水戸ホーリーホック、そして右エンド今日は白とシルバーのユニフォームです、レノファ山口。まずは前線にロングボールを当てていきます。シーズン途中加入の平松修、今日誕生日です。タッチを割っています。まあ、この平松が誕生日で、ゴールキーパーの笠原は明日が誕生日ということになります。立ち上がりから長いボールを蹴り込んでいって、まあ、そして敵陣に押し込んでいくという展開の水戸ホーリーホック。まあ、笠原としても前節の悔しい思いを払拭したい一戦です。左
左のサイドバック内田光平がロングスローを入れていこうという構え、助走を取ってユン・シンヨンがヘディングで跳ね返したボール、伊藤真希人が弾き返して左奥に湯沢が行きます。湯沢はドリブラーですが2枚ついています。両チームとも前節は追いつかれてのドロー、はい、で対戦相手も残留がかかって死に物狂いの相手だったわけですけども、まあ、なのでかこう前半は少し重たい雰囲気の入りだったんですが、何かその辺の入りというのは思い切り入ってこれると思うんですね、はい、今日はね、まあ、失うものがないというところをこうアグレッシブにいってほしいなというそんな期待感ありますよね。ありますね、はい、で順位的にも山口が12、水戸が13、勝てばこの順位もひっくり返りますしね、その辺の意地のぶつかり合いというのも見どころだと思います。さあ裏を取りに行きます。勝負仕掛けていきますが加藤一旦下げます。シュートに行きました福光。まあ、一つ前線で溜めを作ってはそこに福光が入っていくというのは得点のパターンです山口。まあ、ディフェンスを引きつけて空いたスペース引きつけながらもしっかりと味方が見えてますよね。やはりこの辺というのはある程度トレーニングをされていないとできない部分でしょうか。だと思います。はい、見つけて入っていくっていうやっぱ選手一個々のセンスも必要ですけれども、トレーニングの中で一つ約束事を作ってあげて、そこからやっぱり景色で選手が判断するっていうやり方もありますけどね。はい、けどあの辺はやっぱり山口らしいサッカーだと思いますね。それではピッチサイドリポーター呼んでみましょう。今日は佐藤恵美さんです。佐藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この最終戦に詰めかけましたサポーターの方に今日お話を聞いてきました。まずは水戸男性の方です。今シーズンを振り返ってやはり終了間際の失点で勝ち点を落としてきた印象と、月曜日の仕事に影響をするのでこれだけはなくしてもらいたいという切実なコメントが聞かれました。そしてポジティブな面としてはシーズンごとにかなり選手が入れ替わる中でも残留という結果を、まあ、今シーズン残していると、これからは一桁順位を目指して頑張ってもらいたいと今日の勝利期待しています。はい、渋谷から中央に入ってきました。縦のパスですが、ここはキーパー出ました笠原です。やはりショーツのスルーパスというのはこの山口の特徴ですよね。あのタイミングワンタッチで入れてきますからね。バレロファのこの庄司は、まあ、パスの数そして前方のパスの数でも、この J2 の中でトップです。まあ、そしてただ単純にトップであるだけではなくて非常にこう抜群の数字を持っています。ユザーのドリブルを使っていこうというところ、ここは小池龍太が対応しました。しかし、まあ、庄司の場合もちろん彼にボールが集まり、彼から配球されるのでチームがこうなんでしょう、リズムに乗っていく、リズムを作るという役割なんですけれども、はい、今のように高い位置でプレーできればもっともっと、ね、彼自身の数字アシストでありゴールというものが増えると思うんですね。けど彼の場合はこう最終ラインからのビルドアップでも顔を出さなきゃいけない、その組み立てにも参加するというところ、そちらの方がどうしてもねこうマークをされるようになった夏あたりぐらいから、はい、思ったところにポジション取れてないと思うんですよね。まあ、あのかなりこう本人もバランスに関する部分に関しては気にしているようなコメントを、ね、出していますよね。ここは細かくつないでいきます。ロメロフランク後ろ向き、しっかりとボールを収めてから田向へ。今日はセンターバックの一角に奥山正幸が入っています。さあまず最初のセットプレーのチャンスを得ました水戸ホーリーホックです。まあ、水戸は高さがあります。まあ、そしてこの山口のセットプレーの守備というのはちょっと気になりますけれども、まあ、今日はセンターバックも奥山に変わっています。キーパー一森ですからね。そうですね。まあ、この辺りのゲーム感、強度の左足ゴールに向かってくるボールが入ります。一旦クリアをしたセカンド田向が拾って、白井が一旦下げました。縦にボールが入ります。ロメロフランク狙っていますがまたミトボールに変わります。細川からのボールが左サイドつながります。ここから白井英治クロスが入っている。逆に今度は山口、シンプルに前線福光に当てていきます。
田康平、そしてロメロフランクつなぎます。中盤出足よく奪っていった山口ですが、奪い返したロメロフランク。今のこのコーナーキックの後の、まあ、一下り流れ、中盤ちょっと攻防ありましたね、まあ、少しねこう中盤での攻防で攻守がかなり激しく入れ替わりましたけれども、はい、ここ一つゲームのポイントにはなると思います。水戸も長いボールを使いながらしっかりと兵頭でありロメロフランクが前に関わっていく、ええ、彼らがボールを触る回数っていうのも勝敗に影響すると思うんですよね、はい。あとやっぱり山口も庄司であり、ええ、その三幸あたりがどう前線に収まったところに絡んでいけるか、敵陣でサッカーできるかっていうのがもうポイントになると思うんでね、その中盤の攻防というものは最後終了のホイッスルが鳴るまではこれ続くでしょうね、ええ。まあ、山口の場合はこう前の4人の連携というのは本当に磨かれているという話を聞いていますけれども、ただそこにこう中盤が入ってくるとまたより一層怖さ増しますからね、はい。だから今のようにロングボールを跳ね返したとしても、はい、これ拾えなきゃこう単発で終わってしまうわけですね、山口からするとね、けどこのちょっと足の長い、はい、ゲームの入りだから、少し長いボールを意識して入れているのかもしれませんし、まあ、一つアウェーゲームでもある山口です。李さん、その山口のサポーターの方にもお話聞いたんですけれども、今日はですね、下関を朝の3時30分に出発してきたということなんですね。今年は怪我人も多かったんだけれども若い選手が多い中本当にいい経験ができたと、順位的には大満足だという話をしていました、まあ、そして他のサポーターからも面白いと言ってもらえるこのパスサッカーを貫いてらしさを最後まで見せてほしいと語っていました。はい、まあ、本当にこうポリシーが見えるサッカーをしているレノファ山口です。ここはちょっとサイドチェンジのパスがミスになりました。日本の J の場合どうしても J1 に比べて J2 はこの相手の良さを消すというものがかなり大半を占めてしまい、はい、その中自分の良さを出し切る、そこを出した方がなんかこうゲームを支配できるであったり勝敗をものにできる感じがあるんですよね、で、あとやっぱり何といってもその我慢であったり忍耐、そういう言葉が似合うリーグだと思うんですが、はい、その中においてやっぱりこんだけ動きがあって、はい、人がもうどんどんボールに絡んでいく、でノックダウンしてまあ少し遅行になった時でもそこからもう一回崩しまで連動が続けてできるっていうのはやっぱり珍しいと思うんですよね、はい。昨シーズンも金沢が昇格して序盤かなりこうリーグを盛り上げてくれましたけれども、はい、その金沢もそうですし今シーズンの山口、良さを消された時に何ができるかっていうのがこれからの課題だと思うんですね、まあ、その課題に対して、まあ、自分たちのこうやり方を変えていくというそういった選択肢もあるんですが、山口の場合はそれをせずにクオリティを上げるという選択をしてますからね。なのでまあ判断で技術はもちろんですけれども瞬時の判断であったりだとかその辺の意識の共通というものがチームの中に必要になってくるわけですよね、はい。でも十分にチームを作っていく上で今シーズンのこのサッカー、ここまで見る限りやっぱり土台は築けたと思うんですよ、はい。右のスペースへのボールです。しかしこれはもうカバーがあります。ユン・シンヨン繋いでいったボール、少しプレッシャーかかりました。ただ山口ボールになっています。その山口、上野監督なんですけれども選手たちにコンパクトにというジェスチャーを送っていました。はい、まあ、この辺はしっかりと押し上げて、まあ、セカンドボールも奪える体勢は作っていきたい山口です。細川からのロングボール、ちょっとこれは可能性のないボールになりました。まあ、一方の水戸の立ち上がり10分の入り方、どうご覧になっていますか。もちろんね、兵頭であったりだとかロメロフランク受けたいでしょうけども、序盤なのかこれが10分、はい、15分、はい、チームの約束なのか、早いタイミングで前線に長いボール、特にサイドの流れで受けるシーンが増えてますよね。そうですね。さあ、ここは奪っていければチャンスですが、最初のタッチが大きくなりました。振り返ります。平松という高さが前線にあり、そこでボールが収まった時に、まあ、パートナーの佐藤和弘であったりとか、はい、まあ、サイドの選手もしくはサイドバックっていうのも関われたら、まあ、攻撃は押し込むことはできると思うんですけどね、まあ、今日はこの左に平松流れてそこと湯沢が絡んでいくというシーンは何回かありますね、はい。
裏を取っていきます加藤大輝です。この人はスピードもありますが後ろ向きでポストプレーボールキープ、繋いでいって取り替え、もう4人を来てますからね、これ、ここはファウルになりました。ロメロフランクのファウルを取ります。そのスイッチが入った時のこのお互い分かり合ってる感じっていうのがレノファの特徴ですよね。こうじっくりと一対一を楽しむといいますか、はい、したりとかしないですよね。味方のサポートだとかあんましないですね、特にこの前線4枚に入った時はね、そうなったら庄司であったりだとか中盤にもう一回戻して、はい、その間にただ単にそのポジションを取るだけじゃなくどん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 空いたスペースを見つけて飛び出してきますから、はい、守る側からするとそれにつられてラインをずるずる下げないことですね、壁を2枚置きました。フリーキックです。三幸の右足を使います。三幸は昨シーズン1年間怪我のためにブランクがありました。プレーをすることができていませんでした。その中で J の契約を勝ち取って今シーズン1年間稼働しています。その三幸の右足中央へ、また加藤大輝に入ります。加藤から三幸、一旦下げていってシンプルにクロスを上げようというところ、平松のブロックからもう一度加藤に行きます。斜めに入ってきた、倒れますがどうだ、ノーファル、そしてもう一度ここはなんとか駆け出します。一瞬止まりましたけどね、非常にいい形で入っていきました。あ、そしてここはユーザーのファールを取ります。ちょっと球際激しさ増してきました。山口の右サイド対応に行ったのが、ノメロフランク兵道なんですよ。でそこを簡単に剥がされて2列目がまあ飛び出してくる、佐藤和弘、阿波屋のシーンでしたけどね、庄司が長いボールを右サイドに送ります。取り替えのキープ、一旦小池に下げます。そして三幸、このパスはミスになりました。画面左上の CG ではシュートの本数を手元の集計に基づいてお伝えをしています。カッコ内は枠内シュートを表示をしています。まあ、立ち上がり13分を経過していますけれども、シュートの数は比較的少ない入りになっています。ただ一つこう山口がこう崩す形の目が見えてきたなという感じでしょうか。そうですね、長いボールを前線で、高さはないんですけれども、加藤がまあディフェンスともつれてその辺で混戦になった時の他の3枚の攻撃陣絡み方っていうものが簡単にディフェンスラインに仕事させないようなプレッシャーかけてるんですよね、でそこでこうやっぱり中途半端なプレーをしてしまうと水戸からすると難しい時間が続きますからね、はい、この辺の瞬時の判断というものが求められますね、ここは戻ってきて兵道を奪ってシュートに行きました。こぼしている、今奪ってからシュートまで早かった兵道です。奪ってからのイメージというものがもう一連の動きだったので、これはもうその辺の流れで打ちましたね、これね、はい、ちょっとゴールは見てますけど、そうですね、変化もしてます。まあ、今シーズンこの水戸ホーリーホックという若い選手が多いチームにあって、兵道の存在っていうのはいかがでしょう、ご覧になって。いやね、このタフなリーグですから彼がリーダーシップを取って常に出れればいいんですけれども、はい、そのまあ、体調の管理であったりだとか難しいリーグだとは思うんですよね、ええ、けどまあ誰と組むかというところで、はい、まだまだ伸びしろのあるチームですから水戸の場合は。星が上がってきました。サイドを変えます。まあ、今シーズンは兵道は40試合に出場しています。ヘディングを落としてセカンドボール、ここは白井が行きました。まあ、やっぱりこう J2、J1 含めて本当にたくさんの経験を持っている兵道の存在感というのはチームにとっても大きいものがあります。まあ、そして何といっても、まあ、今日は出てはいませんけれども怪我のため、本間の存在感というのもこの水戸にとっては大きい。左の奥、さあここから抜け出していきます福立、ああいいスライディング、クリーン奪っていきました。そして
して前線が出てセカンドボールを拾い、平松はここはオフサイド絡めません。 なので我慢をしてなんとか白井残しました。いい判断でしたね、逆サイド佐藤和弘から湯沢へのボールでした。平松はもう自分がオフサイドラインにいるということは分かっていました。はい、把握しました。星から中央へのボールです。庄司が上げていきます。庄司は町田ゼルビアでもプレーをしていた経験ありますけれども、その当時に比べてもだいぶこう良さがさらに増してきた印象があります、加藤大輝、裏を取っていきます。さあこれ繋がっていく、シュートに行きました。取り返し、かなりこの2列目が躍動感が出てきました。まあ、早い攻撃に今もそうなんですけれども、置いて早い攻撃に対してパスコースが前にあるっていうその動き出しの速さですよね。はい、まあ、したがってパスサッカーというふうに言いますけれども、ゆっくりとこう持ってポゼッションをしてというよりは、さあここは右サイドからいきます。福光、その攻めにかかった時のそのパワーというか、そのあたりがこうあるチームですよね。そうですね、はいはい、やりきるってことも大切ですし、中途半端な仕掛けによって奪われたカウンターというものからの失点も痛い目合ってるわけですから、また福光が行きます。この2列目トップ下を務める福光が素晴らしい今シーズン成果を出しています。まあ、ゴールはわずかに3つではあるんですけれども、まあ、ここまで39試合に出場。まあ、とにかく去年 J3 の時の山口というのはとんでもない破壊力を持っていて、福光19ゴール、そして岸田が32ゴール、そして島谷が16ゴールというとんでもない攻撃陣でした。はい、ショートコーナー変化をつけていきます。グランダーで庄司、少しファーサイド折り返して上げていったボール、これはキーパー笠原です。そして長いボール、前線には白井英治待っています。その白井がまず収めます。水戸としてはしっかりと攻撃の形を作りたいところ。田向かい、ここはキープをしました。そして今日は先発の伊藤真希人、左から内田光平です。サイドを変えるボール、面白いボールになるかどうか。すぐに始めていきました。島谷が運んでいって、そして右サイドへ、ちょっとタッチ大きくなりましたがボールはキープをしています。小池から中央へ加藤大輝います。セカンドも今は山口が拾っている状況。これも前線で4枚張ってますもんね。そこから降りてきたり、間スペース見つけて入ってきたりだとか、こう動きありますよ。はい、さあここでワンタッチ、シュートまで行きました。決まった。そうだ、左足、福光高き2試合連続ゴール。まあ、実はこの福光なんですが、今シーズンの最初の対戦19節の水戸戦でもゴールを決めていました。いや、綺麗なゴールでしたね。右サイドで組み立て、起点勝地で福光、そのまま持っていきました。シンプルなワンツーですけれども、フィニッシュもワンタッチでコースを狙う、まあ、非常に技術の高いシュートでした。これでレノファ山口が1点を先制します。やはり押し込んでいる中でレノファがまず先制に成功しました。水戸の守備対応という部分ではいかがだったんでしょうか。まあ、庄司から出た縦パス、水戸からすると左サイドですね、縦パスが入った時にそこで潰せなかったというのが一つ要因だと思うんですね。はい、まあ、確かにあの時は右サイドかなり高い位置に庄司が張っていました。で、まあ、そこでしっかりとキープができるとトライアングルしっかり作りますからね。でなおかつそこで、まあ、ルーズボールが福光に出たことによってゴールに向かってボールを運べるドリブルができたわけですよね、はい、そこで、まあ、選手が2人置いてかれた。最終ラインは前線4枚入った中において、まあ、同数だったと思うので、はい、そこに対する対応のところ
安全に1枚空いてしまいました ね。この福光のゴールが決まって記録は20分、山口が先制をしています。0対1、亀貝の右足です。このゴール決まって少し時計が止まったあたりなんですけれども、上野監督ですね、岡山選手に対してやはりコンパクトさを維持しようというジェスチャーを送っていました。はい、加藤が行きますが、ここは引っ掛けていきました。なんとかキープをしたいところですが、伊藤真希とスライディングで一旦切ります。ゆき、ボランチがかなり高い位置を取り始めてきました。取り替え、ここを改革ではミトチャンスですが、平松から左へ。さあここは今度は佐藤和弘からユザーのドリブルを使います。ユザーが中にカットインをしていきます。逆サイド空いていますが、タメカーに通る。少しボールは流れていきました。大きく回り込みながら姉妹を外していこうという段階です。そしてロメロフランク、この位置、ここからどうするか。人数はいます。山口裏を取っていく。田向クロスブロック。山口の戻りの部分に関してはいかがでしょう。いや早いですね、まあ、ゲームが動いた後ですから、その辺ちょっとチーム全体が守備の意識を持って前に出てくるであろう水戸に対する準備はできてますね。はい、まあ、ロベロフランカーを持った時にちょっとこうコースないなという風な感じの、様子が見えました。その中においてもやっぱ兵道は見つけますからね。落としからさあ平井、逆サイドに流れていきます。内田光平です。兵道が回り込んでいきます。中央へロベロフランク、スルーパス、反応する選手がいませんでした。まあ、人数いる中で崩しのイメージは作ってはいたんですけどね。まあ、水戸はこういったものを続けていくべきでしょうか。そうですね、だけどやはりこう前線のスピード、中途半端な失い方というのも山口もそうですが、水戸もやはりカウンターを警戒しなきゃいけないと思いますね。まあ、かなり切り替えの速さに関しては定評のある両チームの対戦です。多分残っている選手、もし加藤が1枚山口残っているとすれば、そこに対して水戸も2枚は残っていると思うんですけど、はい、それ以外のやはり中盤の選手が置いてかれるようなサイドバックも含めて、その展開だとも本当にこれ数的不利作られますからね、カウンターで。はい、で一度数的優位を絡むと、もうしっかりとこう、レノファの方はシュートシーンまで持っていきます。内田から兵道、左サイドに起点を作ります。このボール平松がもう一度回収、そして佐藤和弘は一旦前に行きます。シンプルなボールで白井ヘディング、合わない。長いボールでしたけれども可能性は感じました。いい動き出しでしたね。ここでルックアップした途端にこう中に入ってくる、少しボールが長かった分合いませんでしたけどね。センターバック伊藤真希人からのロングボール。まあ、一つこの白井と山村、またタイプが少し違うとは思うんですけれども、この今日白井に期待したい部分っていうのはどんなところでしょうか。あの右の、あ、左の湯沢がかなりこうドリブルで積極的にいくじゃないですか。でこの白井も面白いところ今みたいな動きもできますし、そのスピード勝負、足元でも勝負できると思うんですよね。はい、で2トップで起点を作る、序盤からかなりサイドに流れて平松がボールを受けるシーンが多いんですけど、そこに対してやっぱりサポートだと思うんですね。はい、で敵を真ん中に集めるのではなく、サイドにも意識させながら、まあ、兵道であり、そこにロメロフランクが絡んでいくっていう攻撃がベストだと思うんですけども、決してこう時間をかけて崩しにかかるようなサッカーは、はい、というよりも奪ってから速い攻撃っていうものが多分得意だと思うんだよね、水戸の場合は。あとはセットプレーですね。はい、まあ、今一つ平松と白井の位置見てましたけど、やっぱりこうヘディングの落とし受けられるような位置にやっぱりポジション取ってますね。はい、役割分担もそれははっきりしますね。はい、その白井が今度は競り合いに行きます。先ほどいい長いボールを送っていた伊藤真希人、今度は細川跳ね返します。中央で少子引っ掛けました。ロメロフランク、ホールディングのファウルアピールしていますがノーファウルです。サイドを変えていきます。小池龍太が上がっていく。この人は非常に攻撃的なサイドバックです。今シーズンの山口の好調を支えている選手の一人。しかしここはよく対応しました伊沢です。内田光平、しかし小池ちょっとこれは
後ろから行きました、まあ、自分が失ったところでしたから。この小池龍太は JFA アカデミー福島の出身です。まあ、今シーズン41試合すべてに出ています。3ゴール、クロスの数は J2 で3位、そしてパスの数は J2 で4位です。この小池は右のサイドバックではありますが、結構ゴール前に現れるシーンも多い、そんなタイプのサイドバックです。でスピードもありますし、こうなった時にやっぱユーザーとのマッチアップは見どころですね。そうですね、さあここは奪っていって加藤大輝がスピードを使っていきます。ドリブルで長い距離を運んでいく、逆サイドから曲がり合いますが中央を使っていく、国立どうするか、左を振ります、島谷からのクロスアップ、セカンドボールもう一度加藤競り合います。サイドバック小池、一旦下げていきました、庄司ワンタッチ、少しリズムを変えていきます。今度は福光が少し下がった位置でボールを持っています。ここに突っかけていく佐藤和弘、今度はゆっくりとボールを回します。昨日西谷監督にお話を聞いたんですけれども、この山口のパスの出どころを潰したいんだということを話していました、はい、おそらくそれで想定されるのは庄司だったり、あるいは三幸だったりと、そういった部分でしょうか。そうですね、マッチアップするであろう、はい、まあ、このエヒョード、ロメロ・フランク、もしくは、まあ、戻ってくるのであれば佐藤和弘であったりだとか、その辺も含めてその相手が落ち着かせたい時間帯に落ち着かせないようなプレッシャーをしっかり球際のところで行くってことですね。ええ、まあ、西谷監督はキーはダブルボランチであるという話をしていて、特にショーツの名前を挙げて、まあ、たくさんボールを入れて、触って、そしてスイッチを入れる選手であるという話をしています。田向からボールが入りました。ロメロフランク、まず一旦平松に当てて、ロメロフランク飛び出して、そしてミサイド、フランク上がった、白井の今入っていく方面白かったんですけどね。けどあそこロメロフランクはパスを選択したのか、それとも浮き球を抑えてあそこにコントロールに行ったのか、ここで浮かして前出るんですよ。そうですね、このワンタッチですね、はい、まあ、もらった位置は明らかに出てましたからね。あの距離であのスピードでパスを選択するのかなって考えるとどうなんでしょう、はい、けどやっぱり人と人との距離感が狭い分、近い分そのボールがルーズになった時の関わり方、はい、混戦になった時のやっぱ拾い方、その辺なんかっていうのはやっぱり両チームとも、まあ、意識はしてるんでしょうね、上野監督もしきりにこうコンパクトって言ってますからね、はい、まあ、水戸としてはああいった形でこうスクランブラーの展開になっていくと、また面白いシーンは作れそうではあります。タメカイが入れていきました、まあ、ゲーム前にも触れたように、はい、サッカー自体ボールが持った時の山口のサッカーというのは非常に見るものを引きつけるんですが、やっぱりここ最近の失点の多さ、まあ、シーズン通しての失点の多さですよね、はい、まあ、そのあたり先ほどから佐藤さんから何回かそのコンパクトにしなさいよというセンターバックへの指示というのが出ているようなんですけれども、まあ、それはキーパーも含めて多少最終ラインでメンバーが違うということもあるので、あとやっぱこう上野監督の目の前でもあるかもしれないですが、はい、しっかり押し上げて、ただ単に前にスピードだけで任せるのではなく、セカンドもしくはその次を拾うためにも、もしくは相手の攻撃のカウンターの起点を作らせないためにもコンパクトにして自由にやらせないってことですね、はい、まあ、今日は久しぶり8試合ぶりに一森がスタメンです。ユンシンヨン縦に送ります。まあ、このユンシンヨンという選手は韓国人のプレイヤーです。テジョン出陣というチームでプレーをしていて、そして今シーズン入ってきたプレイヤーです。まあ、かつては中国のスーパーリーグコーソソレーでもプレーをしていた経験を持っています。水戸がゆっくりとビルドアップをしていく展開、30分経過しています。
試合としては少し落ち着いてきたというふうに見ていいんでしょうか。試合ですか。試合、はい、まあ、落ち着いたというか少しリズムにはミント乗れてないと思うんですね。先制してからといいますか、先制する前あたりぐらいからこう山口がやりたいサッカーというかボールを持ちながら、はい、それはまあすなわち自分たちのリズムなんですけども、相手にもやらせてない攻守においてゲームをコントロールできている手応えを感じていると思うんですね、はい、でもそこはやっぱここ失点が多いチームですから、気の緩みというものは命取りになりますし、その辺を細かくベンチ上野監督からは指導が出ていると思うんですね、はい、右サイドで平松が起点を作ります。田向井は追い越していきました。その田向井が近くにいます。しつこくついていきました。背番号8番は柴谷康典、この人がキャプテンマークを巻いています。田向井クロスが入ってきた、落としてボールは少し流れていきます。あっとっと、キーパーとディフェンダーでお互い任せて、結局ゴールキックは変わりませんが、少しお互いコミュニケーションが合わなかったシーンがありました。少子兄さん、水戸の方はですね、はい、やはり前回のホームゲーム、まあ、徳島との試合0対3で落としたんですけれども、この試合がまあ今シーズンワーストということで、まあ、監督もおっしゃっていまして、それが非常に、まあ、最後選手たちがファンのために勝利を届けたいという強いモチベーションになっていますね、まあ、あの印象のまま終わってしまうとちょっとシーズン後味悪いですからね。ですね、はい、ロメロフランケ中央でボールをキープ、そして兵道に来た、兵道スルーパス、ロメロフランク、うわ、枠を捉えられず。兵道もよく見てましたし、あのパスを足元に入りましたがよく受けました、はい、ダブルブランチ2枚でのワンツーですよ、ここね、そのまま中に入っていって、まあ、コントロールしたボールが少し足元に入ったので、あの体勢であのタイミングでしか打てませんでしたかね、はい、まあ、視界にはディフェンダーも入っていました、まあ、ただ互いのチャンスシーンを見ていると一つ今日はボランチ陰になってくる感じありますね。ですね、はい、さあここで少しプレッシャーをかけていきますが、それを外すように長いボールを送ります。34分を経過しています。平松に入ります。2枚で囲まれますが、佐藤勝弘がつないで、ロメロフランから兵道、そして伊藤真希人、裏を取りますがオフサイドポジションを自分で認識をしていました。じっくりと作っていこうというところですが、少しプレッシャーかかっています。ここは前を向けるか、加藤、田向井ついています。そして中央には福に詰まっていますが、田向井のファール、いいターンでしたね、まあ、加藤は元の佐川印刷 SP 京都から移籍をしてきて1年目です。さあここは右足ボールに向かってくるボールですと非常に面白いところ、まあ、前節笠原はキャッチミスから失点が一つありました。あと角度的にもこれちょっと西日も気になりますからね、笠原からすると、少し嫌な位置でのフリーキック、壁を2枚置いています。そして中央はマンマークで守っています。こ
ここはキーパー笠原がっちりとキャッチ。まあ、笠原自身は、まあ、リードをした中でこう追いつかれてしまう展開について、まあ、話を聞かれると、さあここはどうでしょうか。リザーキープ2枚で囲んでいきます。セカンド拾って田向かい、中央つないでロムロフランク、切り返しから面白いプレーだ。つないだ田向かい、中通します。さあここはプレッシャーをかいくぐるようなパスワークを見せている。伊沢から中央来た、田向かいブロック。今も神木プレーですよね、ローメロフランクのところで奪えれば山口からするといい形になりますし、はい、あそこ剥がしたことによって攻撃に枚数かけられましたしね、水戸からすると、まあ、一つ今日はボランチのところでその攻守の天秤が行ったり来たりするそんな展開になっています。裏を取りに行きますが、ここは細川がしっかりとカバー。36分を経過、0対1。まあ、シュートの数は少ない展開ではありますが、山口が福光のゴールで1点をリード。ファウルです。結城のファウルを取りました。まあ、今日はチケット前売りの数でおそらく6000から7000ぐらいの数ではないかというふうに言われているこのケーツ電機スタジアム水戸のサポーターの数、まあ、会場前にはかなり長蛇の列ができていました。湯沢、まあ、そのサポーターにこのビハインドのままでは終われない大事な一戦です。今日は目標の勝ち点50、そしてさらにはホームでの負け越しの回避、そしてチームとして22チーム制になって J2 最高順位13位以上はかかっている水戸ホーリーホークです。バックパス、まあ、一方の山口としてはこの J2 での1戦目の冒険、まあ、ここまでも非常に成果を残していますけれども、最後しっかりと勝ってハッピーエンドで終わることができるかどうか。さあここは島谷が持っていってそのままシュートに来た、キーパー弾きますがキャッチ。まあ、山口の前線4枚、ええ、まあ、ここのところがこう前を向いて仕掛けるシーンで、ええ、水戸の最終ラインも4枚で同数っていうのが多いんですよね、はい、で普段そういう風になった時にしっかりとプレッシャーに行って相手のプレーを遅らせ、はい、もう一つ前の選手を戻らせる時間を作りプレスバックというシーンは作りたいんでしょうけれども、はい、まあ、兵庫、ロメロ、フランク、このボランチはプレスバックちょっと間に合ってないですもんね、そこをうまく剥がされている感じは見ててしますね。ちょっとこう中盤のフィルターかからずにズルズル下げられているという、はいはい、でその兵庫、ロメロ、フランク、ここ前に向いてチャレンジ行った時にはそこを奪い切るシーンは多いんでね、水戸からするとやっぱそういうシーンをたくさん作っていきたいし、逆に山口からするとそこを剥がしてもう一つ前に当てられたら、はい、まあ、2点目という可能性も出てきますよね、まあ、どちらかというと水戸の、まあ、ボランチの2人は、まあ、守備というよりは攻撃的な、まあ、タイプの2人ではあります。いや、そうだと思います、さあこの中で福光のドリブル開始、ここもプレスバックちょっと間に合わない、そしてシュートまでいかれた、セカンドに入った、オフサイド、フラッグが上がっていました。もう2試合連続ゴールかというところだったんですが、ここはフラッグ上がっていました。今もそうでしたね、チャレンジは行きましたがもうボックス近辺だったのでロメロフランクもしつこくは行きませんでした、はい、でもここはやっぱスピードによって前向いて仕掛けると後ろはズルズル引いてしまいますし、まあ、こういったところ細川、伊藤、このダブルセンターバック2枚がどこまで引くのか、はい、引きすぎてしまうと逆に笠原にシュートコースを見れなくしてしまえばブラインドになってしまいますからね、はい、まあ、一つちょっと今水戸にとっての守備の不安点が露呈したシーンではありました。山口のシュートの数は6本、うち実は枠内が5本あります。まあ、ここまでの山口は本当にこうやりたいことをやれている前半という感じですね。いや本当だと思います。はい、
ロメロ・フランク選手にイエローカードが出されましたね。出ましたね。はい。まあ、今日はシーズンの最終節です。まあ、イギに対するイエローカードが出ました。もしかすると肘じゃないですか。肘ですか。その接触した時の。はい。抑えます。しかしここは少女もしっかりと体を入れました。そして福光バックヘッド、兵道の落とし伊藤真希と左に振ります。ここを狙っている小池龍太、引っ掛けていきました。いい。さあその小池、3対2の局面できそうですが、小池は中央入っていく、ドリブルからそのままクロスいった。いや、最後は星川のブロックです。まだあります。セカンドボール一旦三幸に下げて、裏取った、みゆき上げていって少し流れます。ちょっとこう山口の選手がボールを前向きで持った時の対応が少し後手後手に回ってますね。やっぱりこう強度でありロメロフランク非常に技術が高いと、はい、リスペクトしつつも、そこがやっぱプレッシャーいったら早く、はい、シンプルにさばくっていうところまで予測してか、連動してそうさばいて相手にもどんどんプレッシャーに行くじゃないですか、はい、で結局そこで1本2本パス回ったからといって前に運べず、はい、1本の横パスがサイドを変えたボールがサイドバックの餌食に合うわけですよね、その辺はシンプルにコンパクトに守れてる証拠だと思うんですよね、はい。まあ、先ほどのルノファの小池のカットというのはもうしっかりチームとして狙って取ったシーンだと、はい、追い込んでね、はい。水戸の方も選手同士積極的にコミュニケーションは取っているんですけれども、西貝監督は今後の課題としてそのゲーム内で修正をいかにしていくかということも挙げていましたね。まあ、この辺は今の時間帯はちょっと修正はかかっていない感じの水戸ホーリーホップです。セカンドボール、あと兵道の顔面に当たりました。兵道ちょっと痛そうにしていますがプレオンです。みゆきから、さあここスペース空いてますよ。さあ今度は島谷が行きます。島谷のクロスクリアしました。セカンドもう一度拾う、星のシュート、キーパー、パンチ力あるシュートを打っていきました。星打ち、追加点こそありませんけどフィニッシュで終わってるじゃないですか。はい。さあここはまだ、まあ、そんなに早い危ないこうカウンターというシーンはないですよね。西さんどうぞ。前半アディショナルタイムは1分の予定です。まもなく44分になります。シメアがサイドを振ります。まあ、ここで持たれていても問題ないんですが、問題はこの後持たれるとちょっと水戸は心配です。星が高い位置を取りました。左のサイドバック、そして渋谷のスルーから星が行きますが、あともう一つ山口のいいところは局面で単なる2人の関わりのワンツーだけでなく、はい、常に3人目が関わり、1本のパスを受けた選手は選択肢を2つ持ってるんですよね、はい、そこがやっぱりスルーであったりフリックであったりといろんな手法でこううまく使えたりだとか、でもう一つそこで抜けたところにももう一つ2つ選択肢を持ってるんですよね、はい、これやっぱ動きがないと、まあ、この辺なんですがやっぱりトライアングル作るってよく言いますけれども、その辺よくできているチームですよね。トライアングルという表現なのか、はあ、もしくはその空いたスペースに常に誰かが入ってくるという約束事があるかのようなスムーズな動きらしいですよね、はい。まあ、かなりこの連携の部分に関してはチームとして磨いてきているという話を聞いています。ちょっと痛めてしゃがみ込んでしまっています。倒れているのが白井でしょうか。まもなく追加タイムの1分台に入ろうとしています。ああ片
肩から落ちましたか、今のシーンなんかも、はい、ボールを持って何をしようって一つ考えただけでもプレッシャーに来てるわけですよね、その辺はやっぱりここまでプレーしてるわけだから選手はその辺を理解しながらやっぱプレーの選択考えなきゃいけないですね、はい、けど怖いから叩いてばっかりいたら試合にはなりませんしね。そうですね、まあ、水戸の選手はいろいろとこう考える中での前半終了という形になります。まあ、この福光貴樹のゴールが決まりまして根の葉山口が1点をリードしての折り返しです。改めて前半に関して一言いただけますでしょうか。まあ、山口は上出来だったと思いますね、できれば2点目そういうシーンも作れましたけれども、はい、内容といいやはり水戸を圧倒したと思います。逆に水戸はこう攻撃の時の、まあ、守備をどう崩していくかというのも問題ですが、やっぱりこう相手のカウンターに対して最終ラインで対応するのではなく、もう少し挟み込みだったりグループのところでの守備、はい、後半修正していきたいですね。まあ、前からどれだけこうプレスバックをするかその部分も含めてという部分ですね。あと奪ってからの速さですね、はい。まあ、そのあたりちょっと停滞感のあるそんなシーンも何回かありました。最終戦を迎えている J2 です。水戸ホーリーホック対根の葉山口 FC の一戦、前半を終了して0対1、福光のゴールで根の葉山口がリードをして折り返しをしています。この放送はケース天気スタジアム水戸よりお送りをしています。王座を決める2016 J リーグチャンピオンシップも残る一つの椅子をかけた戦い、 J1 昇格プレーオフもクラブの命運を決する最後の戦い、 J2 J3 入れ替え戦も全試合生中継。さらに今シーズン活躍した選手たちが一堂に会する J の祭典 J リーグアウォーズを独占生中継。年間 MVP に輝く選手は、また J リーグマッチデーハイライトではアディショナルタイムに加え大忘年会スペシャルも放送。豪華コメンテーター陣が今シーズンを締めくくります。その他スター選手のスーパープレーを厳選してお届け。スカパーならではのオリジナル番組もお楽しみに。詳しくはスカパー J リーグで検索。 J の未来、今回は高校サッカーの名門校に密着。ユースに上がれなかった子たちが中心ですので、やっぱりその反骨心というものを持ってね、3年間一生懸命やった上で追いつこうとやってるので。本州最北端の地で築いた育成方法とは。メンタリティのところっていうのはやっぱり一番大切で、ここをないがしろにしといて選手が育つことは絶対ない。 J の未来、高校サッカー群像。ここからは水戸ホーリーホックラボです。スタッフさんチームは特典を超豪華にしてください。劇場版の後日談 OVA をつけて、それでいて2ちゃんのヘッドホンだけど 5.1 ちゃんが楽しめる感じでお願いします。名付けてモリモリ作戦です。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ。後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしてるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ホームクラブの情報をお届けするミドホーリーホックラボ、今回は素敵なゲストの方にお越しいただきました。こんにちは、日立サクラメイツの山田恵里です。山田さん、早速なんですけれども、はい、日立市のホットな情報やイベントについて教えてください。はい、今日立市で最もホットな情報は、昨日11月19日から始まりました日立スターライトイルミネーション2016です。このイベントは JR 日立駅近くの日立シビックセンターの前にある広場において、巡るイルミネーション第2章として、日立ならではの個性を放つ小さなお子様から大人まで思い思いに巡ってお楽しみいただける、他では見ることのできない日立市の冬の一大イベントです。
他と違った見どころなんていうのはありますか？はい、大きく分けて4つの見どころがありますが、今日はその2つをご紹介します。1つ目は願いの塔。広場の中心に立つ高さ12メートルもの八角錐のタワーが光り輝きます。2つ目は動物の森。天然のもみの木が植わる森エリアに、日立市の観光名所かみね動物園にいる動物たちのモニュメントが来場者の皆様を温かく迎えます。このイベントは12月25日のクリスマスまで開催しております。イルミネーションの点灯時間は午後5時から午後10時までとなっております。その他開催期間中はイルミネーションにちなんだ企画など様々なイベントが開催される予定となっておりますので、ホームページなどでご確認いただいて、ぜひ日立市にお越しください。残り2つの見どころというのも気になりますね。はい、ぜひ現地日立市に遊びに行って確認をしていただけたらと思います。山田愛理さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に2017シーズンパスポートと2017サポーターズクラブに関するお知らせです。本日より2017シーズンパスポートの申し込みが開始され、2017年1月13日までにお申し込みをいただいたサポーターを対象に、来年度の新体制発表会見にご招待、さらにクラブオリジナルカレンダープレゼントの特典付きという早期申し込みキャンペーンも実施いたします。さらに2017サポーターズクラブの受付も開始をされています。サポーターズクラブの会員特典もいっぱいです。会員限定のみに参加ができる選手と触れ合えるイベントや、オフィシャルグッズ割引クーポン券、試合チケット優待券など、さまざまな特典が盛りだくさんです。皆様ぜひこの機会に申し込んでみてはいかがでしょうか。詳しくは水戸ホーリーホックオフィシャルホームページをご覧ください。さあ、いよいよ今シーズンも最終戦となりました。現在0対1で水戸はリードを許しています。絶対に逆転勝ちを、勝利を信じて、皆さん最後の45分応援を最後まで お願いいたします。それではまもなく後半戦キックオフです。スタッフさんチームは特典を超豪華にしてください。劇場版の後日談 OVA をつけて、それでいて2ちゃんのヘッドホンだけど 5.1 ちゃんが楽しめる感じでお願いします。名付けてモリモリ作戦です。ケーズ電機。ケーズ電機は長期無料保証で安心じゃ。おじいちゃんにはマルコがいるから安心してね。買うならケーズ、孫にも安心教えられ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。以上、水戸ホーリーホックラボでした。ウェファチャンピオンズリーグハイライト。世界最高峰の戦いに今シーズンは3人の日本人が参戦。番組では全試合全ゴールハイライトを紹介、そしてスカパー解説陣によるテクニック解説、さらに番組独占試合後インタビューなど盛りだくさん。チャンピオンズリーグハイライトは試合開催週木曜夜8時から。もう次は何リーグですか？どうして J リーグはしないんだっていうことに対して、もうずっとこの十何年今に思って、あれはもうね、どうも許せない。遠くは残ってるじゃないか。 J リーグで 100% で練習してなかったのかって、そういうことだよな、はい、電話したことある、ね、遠くらいに電話した、遠くらいにした、はい、J リーグはまだまだ伸びる余地が、現場もピッチレベルも甘いところは、甘い、もう甘いとこばっかりだ。スカパー J リーグにオフはない。年間王座を決める2016 J リーグチャンピオンシップも、残る一つの椅子をかけた戦い J1 昇格プレーオフも、クラブの命運を決する最後の戦い J2 J3 入れ替え戦も全試合生中継。さらに今シーズン活躍した選手たちが一堂に会する J の祭典 J リーグアウォーズを独占生中継。年間 MVP に輝く選手は、
また J リーグマッチデーハイライトではアディショナルタイムに加え大忘年会スペシャルも放送。豪華コメンテーター陣が今シーズンを締めくくります。その他スター選手のスーパープレーを厳選してお届け。スカパーならではのオリジナル番組もお楽しみに。詳しくはスカパー J リーグで検索。スカパー。スポーツシーズンの終盤戦、現在ご契約中のチャンネルパックセットの契約手続きはマイスカパーから行うのが大変便利です。カスタマーセンターが混み合ってお電話がつながりにくい時でもお持ちのパソコンまたはスマートフォンからいつでも契約変更が可能です。ご登録に必要なのはこちらの情報だけ。契約変更はマイスカパーで。今日は最終節を迎えています。 J2 リーグは第42節、水戸ホーリーホック対レノファ山口 FC、 これから後半戦の模様をお伝えしていきます。それではここでスカパーからお知らせです。 J1、J2 の選手監督そしてファンサポーターが集い開催されます年間表彰式 2016J リーグアウォーズが12月20日横浜アリーナで開催されます。この表彰式になんとスカパー J リーグ KZ ご契約者様の中から抽選で100組200名様をご招待いたします。イベントの詳細そしてご応募はスカパーおもてなしで検索をしてご確認ください。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。さてこの試合放送の解説は渡辺一平さんとお送りをしております。それでは前半のハイライトシーン、渡辺一平さんとともに振り返っていきましょう。前半の17分のシーンです。前線加藤がこの位置でスルーパスを通して取り替え抜け出しての左足シュート、まあ、シンプルでしたけれども山口らしさといいますかね、前への推進力そういうのが見られましたね。そして前半20分です。今度は右サイドから作ります。この時右サイドから庄司が入ってきて、そしてこのシュート福光が左足で決めていきました。先制ゴールです。ここもワンツーからですけれども本当難しいシュートだと思います。逆に水戸はねボールサイドここで取っておきたかったですよね、このルーズボールのところね、まあ、そこを拾ったのは福光で、加藤の外からもう一度左足を振り抜いたというシーン、非常に綺麗なゴールでした。ただ水戸も反撃に転じます。この後33分です。ロメロフランクが中央でボールを持って、そしてダブルボランチ同士でつなぎます。兵道からロメロフランク、そして浮かしたこのシュート、これもボランチ2枚で崩したシーンですけれども、押し込んだ中で守備の枚数はいるんですが、もうほとんどはもう個人技ですよね。そうですね、よく言うならばあのファーストたちがもう少し伸びて前のスペースだったらっていうシーンでした。そして今度は中盤で奪った山口です。島谷がこのまま運んでのシュート、まあ、シュートへの意識は高かった山口。40分このボールを奪っていって、ここから福光ドリブル開始、そして倒れかけますがそのままシュートまで行きました。そして、まあ、最後とにかく押し込んだんですがフラッグ上がっていて、まあ、結局ノーゴールというシーンです。ゲーム中にも言いました、少し中盤の守備のところで水戸が戻りながら追いつけない、プレスバックに行けないというシーンが目立った前半だったと思います。そして手元の集計に基づくスタッツですけれども、こちらなんですが結局水戸の方ですけれどもシュート2本、そして山口は6本という数字です。この数字は、まあ、試合の流れ反映しているというふうに見ていいでしょうか。あの水戸の2本というのは多分兵道のミドルシュートと、ロメロフランクの、あのハイライトで出てきたシーンだと思うんですね、はい、多分その1つ前の選手たちがマークにあってなかなか剥がせなかったり自分の欲しいところでもらえなかったと思うんですね、まあ、守備のシーンもそうですけども攻守にわたって課題を残した、まあ、このハーフタイムでどれだけ修正がかけられるかでしょうね、はい、まあ、先に入ってきました水戸ホーリーホックの選手たちが円陣をします。ハーフタイムでの両チーム選手交代はないという情報が入ってきました。まあ、したがって選手たちの中で一つ修正を図って、まあ、後半結果を出さなければいけない水戸ホーリーホックです。
まあ、かつてはあのこういった形でこういわゆるクルバコアサポーターがいるところっていうのはそこまでこうはっきりしていなかった時期もあった水戸ホーリーホックですけれども、まあ、今バックスタンドも左半分というのは本当に青く染まるようになりました。まあ、今日は試合前にはコレオグラフィーも行われています。このサポーターにホーム最終戦感謝の思いは勝ち点3で伝えることができるでしょうか。遅れてエンジンほどけましたレノファ山口、後半右エンド水戸左エンド山口です。今日誕生日の平松、まだここまでは爆発はしていません。今後半のキックオフがされました。右サイド鳥海から小池、また鳥海が運んでいきます。中通して加藤から、加藤一旦通して、そして打っていきました。最後は鳥海のシュート。いや小池も裏を回って裏へ飛び出していく、まあ、パスの選択肢があの狭いエリアでいくつもあるんですよね。はい、最後あのループシュート、やっぱり打つボールを持っている時の余裕っていうのが今のプレー見てても感じますよね。はい、さあ今度は水戸の方がしっかりと攻撃の形作るかですが、また奪われます。シメアから星ロブロフラッグ、うん、左から湯沢が行きます。高い位置を取ってきた内野航平、内田からのクロス、ファーサイドへ折り返すことはできず、セカンドはシメアにつながります。まあ、今の攻撃起点となったのは兵頭でしたけれども、そこに対するプレッシャー挟まれる形だったんですが、はい、来るだろうというのも予測してシンプルにプレーしましたよね。はい、ここはやっぱ前半同様、両方のボランチこの4人の戦いというところが勝敗かなり分けるでしょうね。はい、大学に山口がスローダウンをして庄司がサイドチェンジのボールを星に送っていきます。星がしっかり収めておいて持ち込んでいって中カットイン、そして中央の庄司を使います。浮かせるボールで裏を取っていく、セカンドボールもう一度星がプレッシャーをかけます。佐藤和弘後ろ向き、このボールも小池カット、そして福光へ、福光仕掛けて前には4人シュートに来た。スタートの時の山口のポジションというのは、まあ、4-2-3-1、はい、まあ、どちらかというと加藤が1枚前線で張るような形で、真ん中にいるのではなくサイドにも流れたりするんですけど、はい、その下に3枚がいるというシステムだと思うんですが、はい、その今の福光のシーンであったり、本来あそこセンターバックが見るのか、それともボランチが見るのか、はい、その辺もこのハーフタイムで修正できたらいいんですけどね。今のシーンも追っかけるようなボランチの守備でした。はい、まあ、その辺がちょっとフィルターかからずに、まあ、前半はかなりこうピンチを作られてましたからね。ですね。まあ、この辺りは水戸の西ヶ谷監督も、まあ、いろんな指示をハーフタイムに与えているはずです。後半立ち上がり3分を経過しました。フリーキックからリスタート、ボールをセットしています。右のハイサイドを使っていきました。振り返るのボール、加藤右に開いた庄司、裏を取っていく小池龍太、セカンドボール福光が拾います。結果的にゴールキックになりました。この辺の2列目をどう捕まえるかという部分ですね。ですね。まあ、今も加藤が落とすところにこう飛び込んでいくような感じで今入っていきました福光です。あと気持ちですけれども、この後半山口は両サイドバック、ポジションのスタートが高いように見て感じるんですけどね、はい、そこを
マッチアップしている水戸が押し込まれている感じでちょっとマークつききれてないんですよね、はい。まあ、ことにこの左サイドバックの星は前半割と自重してたんですが上がってきますよね、はい。左から上が取っていきます。加藤クロスはちょっと流れました。この位置で雪右に振って福光、セカンドボールは水戸に流れそう。白井高く上げたボール平松には収まりませんでした。まあ、なかなか平松も前線でボールが来るシーンというのが今日はそれほど多くはない印象です。後半立ち上がりの5分を経過しました。まあ、ボールが浮いてたり足元でもらうシーンというのは本当少ないですよね。西さん、どうぞ。水戸ベンチなんですけれども山村勇輝選手、今西谷監督から声をかけられました。はい、白井が出ましたもんね、外にね。ここに×って合図を送ってますね。前半終了間際なのが肩打撲したとこですかね。はい、まあ、ちょっとあの後かなり痛そうにしてましたからね。今見る限りでは何かテーピングしてましたね。まあ、ちょっとアクシデントに近い形で交代を余儀なくされるかもしれません。また山口は左サイドでつなぎます。島からのボール、福光がエスレ、今星が高い位置を取っていました。ちょうどあの首の筋のあたりに見えるテープですね。はい、ゴール前に密集を作っています。ニアのボールヘディングで跳ね返します。ロメロフランクのキープから右のサイドへ、ここでなんとか収まります。湯沢のドリブル中央入ってきた、逆サイド空いていますが湯沢自分で運んでいく、そのまま勝負いくか、うっと呼吸が合わなかった。いい形で待っていたんですけれども佐藤和弘との呼吸合いませんでした。西さん、どうぞ。それではここでハーフタイムでの両監督のコメント入ってきました。まずは水戸ホーリーホープ西谷監督です。自分たちでアクションをすること、気持ちを前に出して戦うこと、そして自分たちらしさが何なのかをしっかりと思い出すことという3点です。対するレノファ山口上野監督ですが、そうですね、水戸ボールですね、はい。西さん続けます。はい、全員攻撃全員守備で最後まで戦い抜こう、走って走って最後までやりきろうという2点でした。はい、さあここは久々にフリーキックのチャンスを得ました水戸ホーリーホップです。右足の佐藤和弘、そして左足の兵藤がいます。ペナルティーアウト付近に密集を作っています。ここに5人置いている水戸ホーリーホップ、マーカーがついていますが、佐藤勝弘、こちらボールだ、いいボールだ、柔らかくうまく合わせるボールだったんですが当てることはできませんでした。かなり質はいいボールでしたね。ああ、ヘディングが頭に当たったんですね。また同じような位置からですが一旦クイックリスタートをしようとしました。まあ、先ほ
ほどのこうフリーキックの感覚からすると結構いい雰囲気にはなっていました、はい、山口はそこ修正できるかですね、ここも柔らかくしてヘディング一旦落とします。しかしこのボールは庄司へ。このルーズなボール拾っていきます。加藤、加藤はスピードがあります。さあ逆サイド、加藤から三浦、よく見てた、よく通しました。小池、小池から中央ヘディングで繋いでオーバーヘッド、枠を捉えることはできませんでした。最後は加藤、まあ、ちょっと諦めかけた止まったシーンだったんですが、加藤よく拾いました。そしてこの後の三浦、よく見てましたねここね、見事なカウンターで、枚数なんか比べても、はい、水戸も揃ってはいるんですよ。けどやっぱこうマークに行くところ、つききれないところやっぱ後手踏んでるんですよね、はい、本来あのフリーキックのクリアボール庄司のところで奪い切りたい、マイボールにしたいっていう気持ちはあったんでしょうけれども、庄司もサポートが遅かったので、はい、スペースに蹴った、そこを信じて走ってた加藤でしたよね、はい、細川のクリアまだ不十分ですが、おクリアした。セカンドボール、ロベロフランクがつなぎます。そして山村がこの位置で代わって入っています。まあ、山村は、まあ、今日はスタメンではありませんけれども、このところ好調ではありました。その山村が行きます。しかし山村にイエローカード、この後のプレーです。まあ、40節の岡山戦で先制ゴールを決めましたが、あのゴールは無回転です。非常に素晴らしい軌道でした。山村勇輝、もうスピードは彼の場合あるんでね、もともと真ん中でのプレーかもしれませんが、はい、まあ、途中出場、ちょっと冷静にプレーしてもらいたいですね、はい。まあ、かなりこう意気込んでいる雰囲気はあったんですが、それがちょっと裏目に出てしまってイエローカード。はい、山村選手にもお話聞いたんですけれども、ここ数試合は打てる場面で逃さずに打つことができている、まあ、それが要因だというふうに本人も話していました。ただ考えてできるタイプではないので、そこは自分の感覚が鋭くなっているのだと思うということでしたね、はい。まあ、反対サイドで作って中に飛び込んできてシュートをするという形かなり持っています。さあここからロベロフランクです。ペナルティエリアの左でキープをして、藤田光平クロス、ハンドありましたか、流しています。ゆっから中央を繋いでいきます。さあこの位置、福光4対4の局面作ってます。いや、さあ福光ですよ、4対3まで来た。さあここは福光自ら打っていく、ゲット、決めていきました。エロハ追加点入ります。結局またしてもズルズル下がってしまったミトホーリーホック。いや、見事なカウンターでしたね、で今まあ4人で攻撃を、まあ、クロスを引っ掛けて、そこからのカウンターなんですけど、はい、まあ、数的不利なのでディフェンスラインは下がらざるを得ない。であの局面でサイドの選手に出してしまうと、はい、角度もついてしまうし、ゴールへの距離っていうのは長くなってしまうわけですよね、はい、で瞬時に判断した自分でのドリブル突破、はい、そこもキックフェント入れながら工夫されたドリブル、見事でしたね。2回の切り返し、さあ今度は加藤です。加藤が前に取った。さあここはキーパー飛び出すか、かわしてバウンスに行くかどうか、間に合った細川。ちょっとミトホーリーホックが完全に後手を踏んでいます。今水戸に一番必要なことはこれ何でしょうかね。慌てずに3失点目というものは本当ゲームを決めかねないんでね、はい、まず冷静になるということで時間もまだあるわけですから、はい、今山口が傘にかかっています。そしてコーナーキック、中央に密集作りました。ここから選手散らばってニア、兵道のクリアです。
少子、ここは山村のファウルを取ります。かなりトップが流れてプレーをします。水戸の西谷監督はかなりホワイトボードをですね、目まぐるしく動かしています。いやもちろん1点目を早く返すということも必要なんですけども、はい、そうしながらそういうことを見せながらも守備のところをちょっと修正かけなきゃいけないと思うので、やはりこうロメロフランクと兵頭のところ、はい、ここどちらかといいますかロメロを1つ前に上げてもいいですね、ちょっと中盤のフィルター作りたいですね、ですね、はい。まあ、今日中盤のメンバーで言いますと、船谷がいます。それから佐藤翔がいます。それから今瀬がいる、まあ、こういったメンバーが入っていますけれども、まあ、山村は最初の交代カードで切りました。まあ、それ以外に前目の選手では宮本拓也、それから久保雄一がいます。ゆき、ここは兵頭とロメロフランク2人で行きます。平松には通らず、ユンシンヨン前に出します。落としてこのボールを拾っていきます。島屋が左へ時間を作って中央には1人取り替えが待っています。そして福光遅れて入ってくる。福光へワンタッチで加藤へのパスは通らず、ここはファールです。前勢い持って湯沢が飛び出していこうというところ、早期にファールがありました。イエローカード持っていますね。もう分かっていてこれは止めましたからね、キーパーの笠原がロングキックを蹴ります。バックヘッドで落として山村狙っていきます。細川から内田、バックパスでキーパーへ、このボールを競り合う湯沢、伊藤真希人がハイボールを上げます。今のボールもクリアではなくパスにしますもんね、はい、まあ、今もしっかりとシメアがキープをしました。小池から庄司、中つなぐワンタッチ、まだ30分近くあるわけですから、山口ももちろん3点目を取りに行きながらもより一層のカウンターもしくはそのリスク管理のところで、まあ、力を残しておかなきゃいけないところですね。はい、これ以上にちょっと水戸が2トップにボールが収まらないのが気になりますね、ここも島谷が行きます。奪われてさあようやくその2トップ一角に入りました。佐藤勝弘、そして右に振ります。山村が行きます。山村勝負に行く、勝負に行ってペナルティーエリアの前、よく戻ってきました島谷。そして前線収めどころを作ろうとする加藤。さあ水戸現在2点のビハインド、早めに追いつきたい。サイドを変えます。ここから湯沢、ロメロフランク、兵頭、縦に送ります。そして中央からシュートを打ってくる。山村の遠目の位置からのシュート、兵頭、平松の落としから裏へのボールですが佐藤勝弘、左の平松選択肢も面白かったですけど ね今のボールは、そうですね、本人もちょっとイライラしたるような素振りも見せていますね、おっと
ミスになります。石田、湯沢が行きます。キレのあるドリブルを持っています。湯沢、この湯沢のドリブルで場内沸きます。小池がついていますが、湯沢行った、足かかりました。今日はかなりやり合っていた2人です。スピード対決見応えあります。一旦スピードを緩めて、もう一回緩急使って前飛び出していくあたりね、いい駆け引きができてますよ。これで湯沢がここをマッチアップのところで小池が1枚もらうじゃないですか、はい、まだ時間もありますし、どんどんここは行くべきだと思いますしね、1枚もらってからの小池の湯沢に対する対応もちょっと楽しみみたいですね、はい、スピードダウンしてここで緩急使う。まあ、一つ個人技で取ったフリーキックです。小池、イエローカードが提示されました。そして今日はキックのフィールドはそんなに悪くない印象があります佐藤克弘、ただ距離はかなり近くなりました。この位置です。柔らかくヘディングで跳ね返されてセカンド強度が拾います。一旦後ろに預けて田向から右へ強度、強度クロス、ワンタッチできた。最後は細川のシュート。西さん、どうぞ。山口交代を準備しています。11番鳥海選手に代わりまして、50番岡本秀也選手がスタンバイです。まあ、新潟福岡、もともとはガンバ大阪有志の出身です。まあ、いろんなところでプレーをしている岡本秀也投入です。シュートのうまさには本当に定評のある選手なんですけれども、まあ、かなりこうレンタル、期限付きの移籍を繰り返しています。小池がボールを入れます。そしてその岡本を落とし右に開いて小池のクロス、笠原キャッチ。先ほどは一つ左サイドの、まあ、マッチアップのところ湯沢が良さを見せました。押し込むフリーキックのチャンスはできているわけですけれども、残りあと、まあ、25分ぐらいとそんな時間に入っています。ベンチも悩んでますね水戸はね、さあ右サイドから田中いきますか。クロスが入ります。一旦ブロック。内田、そうか田中守備でも勇気持ってしっかりアプローチいってますね山口はね、したがってなかなかここを破るのは難しい状況です。ロブロフランクを落として強度ロスト、そして福光ボールを奪います。そしてまたカウンターの形を作ります。島谷が左サイドから行きます。ゆき、そして庄司、小池も外から回り込んでいこうとします。最終ラインのユンシンヨに戻しました。小池中央、ユキから中央へのボール、岡本へは通らず、もう一度岡本を落とします。福光一旦フェイクを見せて空いてる、庄司のシュート。まあ、今の場合は三浦がセンターでボールを受けて、でボールサイドからちょっと遠い方へスッとポジションを取って、もうそこからもらうイメージ持ってポジションを取ってるんですよね庄司自体がね、はい、対応は遅れましたね水戸は。まあ、思わず空いているというふうに渡辺一平さんもおっしゃいました。
して水戸の交代なんですけれども、29番宮本拓也選手が呼ばれました。平松選手との交代のようです。まあ、どちらかというと裏に抜けるタイプの選手でもあります。宮本拓也を投入するという選択、まあ、フォワードを変えるという選択をします。そして船谷選手も呼ばれましたね。船谷選手は兵道選手との交代です。まあ、これで、まあ、兵道に変えて船谷入れると中盤の構成も少し変わります。まあ、この辺で、まあ、船谷に託されたタスクは大きそうですよね。うん、まあ、どういうふうにシステムの変更も十分に考えられると思うので、ね、一つメッセージ性のある交代をしていきます。2枚替えけど、まあ、負傷で1枚切ってるわけですよ。もうこれで全部ですね。岡本から小池、庄司、さあここは前線でまず収めどころを作ります。平松からうーんとかかります。伊藤真希人残していますが、これも山口ボールになりそう。ここでまず兵道を変えます。前替えで宮本も投入をされました。山村のボールキープ右サイドに振っていきます。田向かい、ロメロフランク運んで右サイドの田向かいへ通します。中には宮本待っている。あ、マイナスのパスがずれた。そして今度はカウンター山口ですが、ここもちょっとおっと拾える。いい出足で奪っていきました。小池、千代には福光猛然と入ってくる。一旦時間を作ります。上がりを流しておいてクロスが入る。逆サイドへ落としてセカンド福光、もう一度締めは拾います。福光がちょっとペナルティエリアの中で痛めています。タイミングを見ながら締めのクロス、逆サイド小池、落としと叩いた。さらに行きます小池。いや、小池のインターセプト、あとオーバーラップのタイミングの時のあの動き出しね、見てて気持ちいいぐらい早いですよね、決断してからが、はい。まあ、今シーズンは全ての試合に出場しています。まあ、かなりのいいパフォーマンスをしていますので、もしかすると、まあ、上位のクラブなどがちょっと目をつける可能性のある、そんな逸材ではある小池龍太。勇気です。岡本も入りました。宮に来ます。もう一度勇気仕掛けていく。田向がブロックをします。ちょっとこう前向きの勢いに押されて水戸は少し後手を踏んでいるという試合展開。コーナーキックの数も山口5本になりました。でうまく時間も使ってますね。点差は2点があります。73分、の頭を使っていきました。まあ、183センチの身長ですけれども、まあ、体の強さを持っています。まあ、今日も山口からのサポーターを多く詰めかけています。ゆき、いやのボールヘディング落として、うん、もう一本ですよね。この間にも時間は過ぎていきます。
ニアのボール落として、キーパーキャッチをします。長いボール湯沢が狙っています。小池対湯沢、湯沢が前からプレッシャーをかける。さあここを奪えればチャンスですか。どうだ、みゆきセカンドボールを今日はレノハよく拾います。右から山村、山村は裏に通していったカバーがあります。今日は7274人が入ったというアナウンスが流れました。ケーズ電気スタジアム水戸。さあ人数足んないですよ、守備数的優位は山口ですよ。中央へ福光、は福光から右サイド、小池が来る、ブロックをします。もう一度、さあカウンターだ、空振りました。まだあるか小池、いや小池のこうプレーぶりっていうのは本当に見てて小気味がいい。その小池がちょっと痛めました。タックルに行った時ですかね、ちょっと膝持ってかれましたか。はい、大きな怪我にならないといいんですが、後ろに今シーズン怪我が多いんでね、山口の場合、まあ、この小池だけは今シーズンフルの全ての試合に出場しています。今立ち上がりました。強い、なんかこう気持ちの強さも感じますよね。シーズンラストですしね、これね、山口の方は21番広木優真選手が今ユニフォーム姿になりました。はい、一旦小池はピッチの外に出ます。様子をちょっと確認をしそうです。今日は本人は走れていまして、どうやら大丈夫そうな雰囲気があります。そうですね、広木選手もビブスを着ました。はい、やらせてくださいって言うでしょう、多少痛くても、最終戦です。福光、福光から左へ振る、石部は追いついた。逆サイドには岡本もいますが、ここは田向の勝ち。さあこのボール、あーっと通らない。ここも出足が早かったのは庄司です。岡本から福光、福光、ロメロフランクカット。さあここからオープンな展開になってきましたね、ロメロフランク運んでいきます。2対4ですが、ロメロフランクここで中へ測って、さあここで湯沢が来た。いやー、を捉えられなかった。打った瞬間に外すのが分かるようなシュートでした。今のはもしかするとピッチコンディションイレギュラーしたかもしれません。非常悔しそうな表情をしました湯沢。けどね、湯沢に出したラストパス、最後ロメロフランクがね、ディフェンス2枚を引きつけるようなこういう持ち方してね、ちょっとボール浮いてましたね。はい、もちろんホーム最終戦です。今日勝てばシーズンの目標勝ち点達成という水戸ホーリーホック、2点ビハインドですが、ファイティングポーズを取り続けなければいけません。で、2点リードを守ろうという姿勢が山口ないじゃないですか。そうですね、攻め続けています。ここも自ら運んでシュートまで行く、星打ち。山口の選手が福光が倒れています。おそらく先ほど拾い上げた後ですよね。ここでですね、はい、フランクも1枚もらってますからね、いやしかし確かにこう 2-0 でリードをしているとは思えないぐらいのこの攻撃の迫力がありますね。逆に水戸からすると、はい、この時間守られたりすると嫌なもんなんですよ。だけどこんだけ出てきてくれるわけですから、はい、つまり交代選手含め、何かこうフィニッシュで終わるような形作っておきたいですね。はい、まあ、山口は相手の良さを消したり、あるいはこう時間をもちろん使うところはあるんでしょうけれども、ただ自分たちのスタイルを貫き通すこと、まあ、これを最終戦の一つ課題にしています。佐藤和弘、山村、ここは渋谷のファールを取りました。
さあこのフリーキックから流れ変わるかどうか。79分です。まあ、前節北九州戦は 2-0 で87分までリードをして、まあ、その後クロージングに入ろうというところで2失点をしました。佐藤和弘右足です。ペナルティーアークの付近選手が密集、セカンドボールシュートに行く湯沢。変わって入った岡本が、まあ、攻撃的な選手ですけれども、185へ、そういう意味では他のチームに比べると上背はないんですよね、チーム全体的にね、はい、山口は、まあ、変わって入ることが多い中山雅子という選手が 180cm 超えてるんですけれども、まあ、普通、まあ、レギュラーでいるメンバーの中ではサプレードだ小池クリア、まあ、割とこう背の低い選手多いですね、はい。山口交代がありそうですね。8番島谷選手に代わりまして13番の安藤直人選手が呼ばれています。はい、左サイドでプレーをしていましたキャプテンマークを巻いている島谷康則がアウトをします。キャプテンマークを庄司に渡して笑顔で渡して今ピッチを後にします。まあ、芝居にとっての、この J2、1年目というのも非常に有意義なものでした。シーズン2桁ゴールを達成した今シーズン。そして安藤直人が入ります。山口のサポーターの方に聞きますと、この安藤選手を見に来たという方もいらっしゃいまして、非常にペナルティーエリアに侵入する回数も多くて両足蹴れる非常に優秀な選手と話していました。はい、まあ、昨シーズンはガイナーレ鳥取でプレーをしていました。さあこのデュエルに勝って前向きたいところですが、さあ奪っていきます。左サイドからその安藤が行って、失礼、加藤が行きます。中央へ、ファールもらいましたね。まあ、ここのところ複数失点が続いているチームとは思えないぐらいの戦いぶりは見せています。まあ、どちらかというと攻め倒して無失点でずっと来ているというそんな感じ。まあ、攻撃は最大と防御って言いますけど、ここまでね、はい、勝ちにこだわるというか自分たちのサッカーにこだわる、見てて気持ちいいですよね。そうですね。さあ三幸の右足です。中央へのボール、ここへ流れていきました。また山口拾います。福光はキーパーに戻していきます。まあ、この辺りからは時間を使うことも当然考えてくるレノファですけれども、まあ、レノファは今シーズン本当に自分たちでやるべきサッカーをずっと貫き通しています。まあ、サッカーにおいて自分たちのやりたいこと、一度決めたことを貫徹する能力、それで12位まで今シーズン来ました。田向井、まあ、よくサッカー選手の中でこうインタビューで自分たちのサッカー、自分たちのサッカーってこう聞きますけども、はい、ここまではっきりしたサッカーをしてくれると、はい、あ、2枚目ですね。これあら、水戸にとってはこれは痛い。中盤のフィルターがいなくなります。ロメロフランクのシーズン最後はイエロー2枚での退場処分。まあ、ちょっと判断遅れたわけですよね。プレッシャーかかり思わず右手出ましたね。はい、
さあレノファがさらにフリーキックのチャンス、水戸としては非常に厳しい状況に追い込まれたホーム最終戦。みゆきです。サイドから1人飛び込んでくるユン・シンヨン、このボールをしっかりとつないでいきたい水戸ですが、田向のところへ、水戸ホーリーホックのサポーターが改めて選手たちを鼓舞するようにチャントを歌います。今日はですね、ご覧いただきましたコレオグラフィーも朝7時半から昨日の雨露を拭いてサポーター準備していましたね。この水戸ホーリーホックというチームには、J2 ライセンスの壁というものがあります。さあここは中央に入ってきますが、加藤はしっかりとキープ、今日は加藤も効いています。そして飛び越しながらシュート、今日は福光が躍動しています。この福光が2ゴール、落ちないですね。その J2 ライセンスの壁、もちろん成績を上げることによって自分たちのステータスを上げる、それが世論の、動きにつながっていくはずです。そういったことを一つ一つやっていかなければいけない水戸ホーリーホック。右サイド安藤ブロックをします。来てくれたサポーターに伝わるプレーをしなければいけません。コーナーキックの数はレノファ8本目。さあショートコーナーで時間を使うか、この辺もうまく駆け引きしてますね。みゆきがその仕草を少し見せています。そのみゆきは手前側にいます。代わって入った安藤が左足のキッカーを務めています。残り時間少なくなってきました。変えて投入したこの宮本もなかなかボールに触れてない現状があります。宮本は琉球大柏高校出身、後輩たちは今日は千葉県の高校サッカーの決勝を戦っているはずです。サイドを変えていきます。小池ちょっと今膝元気にしたのは気になります。おそらく痛めてはいるんでしょうけれども気持ちでプレーをしている感じです。西さんどうぞ。後半のアディショナルタイムは4分という予定です。まもなく87分になろうとしています。ロングボールを蹴ってきました。細川がキーパーに戻します。前から追っていく安藤直人、そして美雪、山口も最後の交代カード切りそうですね、はい、4番小池選手に代わりまして21番広木優馬選手が呼ばれました。やっぱりちょっと大事を取ってというところで交代をします。先ほど蹴ったシーンでちょっと違和感感じてましたからね。多分やった時から痛みなり違和感は感じたと思うんですけども、はい、彼のプレースタイルからするとその辺は弱音は吐かないタイプなんでしょうね。上野監督がその辺しっかり悟りましたから、はい、広木を投入します。実はフィールドプレイヤーの中では一番この小池が出場時間は長い選手でした。今日の試合が始まる前の段階で3654分出場しています。膝の落とし
足からサイドを変えようというボール、湯沢行けるかどうか、宮本に打ち切れません。内田光平がオーバーラップをしていました。もう一度宮本、内田へ、背中にのぼる、一森が出ました。判断早かったですね今ね、8試合ぶりのスタメンです、まあ、今日は自分が出て無失点で締めたいという話をしていました。福光左へ振る、なおもプレッシャーをかけに行きます。すごい消耗戦になりましたね、宮本のキープ、追加タイムは目安4分台。左サイドにボールが出てきた山村、しかし今日は相当山口走ってます。ちょうどここが3試合ぶりのスタメンを張りました伊藤真希人、まあ、今日は福井領地の出場停止がありました、まあ、福井も今シーズンが頭には山口でプレーをしていました。まあ、本来であれば昇格降格に関わらない試合であれば出られるというそういった契約だったので、まあ、今日出る可能性もあったんですが出場停止、その代わりを務めています。この宮本は投入をされましたけれどもなかなかボールに触ることがままなりません。まあ、唯一この湯沢の個の仕掛けはかなりサポーターを沸かしています。さあ船谷、細川と笠原、笠原のボールキーパーが出てるのを見てるぞ、これはどうだ、それていきます。抜け目ないですねこういうところやっぱり正直ね、周りの選手やっぱり運動量であったりだとか、はい、彼はそれほどの高い数字は出てないと思うんですけども、その分ボール持った時も持ってない時も試合の流れを読む、はい、まあコンダクターなわけですからこのチームの、さあ湯沢が運びます。今日はこの湯沢のドリブルが一番可能性を感じます。また湯沢につながってくる、グランダのボール、ユンシンヨン、時間がありません。92分です。ホームスこの最終戦の勝利というのはちょっと厳しくなってきたか、残り2分、ヘディングでつなぎます。宮本落とし、山村切り返した、左足打った、キーパー、内田からボールが入ります。船谷、さあ競争になります。いや今日は関東は本当に頑張ります。そして前を取る細川も必死に行きます、止めましたがノーファール、早い障子が来ました。この辺りも障子見えています。そして中央のボール、キーパー時間使わないんですね、やりきってます。今日の山口、左から裏を取っていく、宮本拓也中央へ吊るした、抜き流れたが山村、一旦下げます。田向からのクロス、庄司に入ります。93分、時間が過ぎれば山口のクリーンシート、いやよく見てた。左サイドから安藤直人、1対1の局面でシュートに来たが、コーナーキックですか、ワンタッチありました。さすがに加藤も疲れてますね。ですね、いやただこの前線の運動量は多分総合距離測れたらすごい数字になっていると思います。あとスプリント回数ね、ですね、ちょっとボールがかなり遠くに行ってしまいましてイエローカードが提示されています。
安藤の左足、ファーサイド折り返しがあるか。そしてここで試合終了の笛です。歓喜はオレンジに。レノファ山口 FC、 シーズン最終戦アウェーを白星で飾りました。この白星は36節徳島戦以来の勝利、そして完封勝利ということになりますと、今シーズン23節さぬき戦以来の完封勝利になります。まあ、今日は終始レノファが完結した試合でしたね。で走り切りましたね。まあ、前節ホーム最終戦で勝ちきれなかったといったところ、その悔しさをぶつけた、見事自分たちのサッカーを最後まで遂行できましたね。まあ、今日はこの庄司が中心軸でしたけれども、まあ、2ゴールだった福光も本当に躍動しました。あとは前線の加藤の頑張りというのも本当に褒めてあげたいという、そんな山口でした。まあ、高い順の結果もありますので、まだ確定的な順位は分からないにしても、まあ、これで少なくともこの試合が始まった前の順位からは上がりますので、12以上はもう確定をしています。一方水戸にとっては本当にこのホーム最終戦もどかしい試合になりました。で自分たちの目標が目の前にあったわけですから、あとは手繰り寄せるだけ。そこのやっぱ大切なゲームでらしさというものが逆に水戸が出せませんでしたよね。まあ、今シーズンもちろんいい試合もこのケーズ電機スタジアム水戸で何回も繰り広げてはいるんですけれども、まあ、一方でなかなかこう自分たちで修正をかけられないまま試合が終わってしまうというケースもあります。まあ、今日はその後者の試合になってしまいました。まあ、本来であれば 0-3 徳島戦の嫌な流れというのを断ち切って終わりたかった最終戦ですよね。けど、まあ、攻守にわたってこうやりたいことができず、はい、まあ、向こうに苦しめられた90分間だったと思うんですよね。はい、もちろんチャンスはあったと思います。それを決められなかったりだとか、はい、その辺においてやっぱり運も多少なかったのかもしれませんが、なんか今日のゲームを見る限りでは順位的には12位と13位なんですが、もっとそれ以上の差を感じたゲーム、はい、というか、まあ、カラーがはっきり出たゲームだったと思いますね。まあ、手書きの弾幕で俺たちがついているサッカーを楽しもうという弾幕が貼ってあるんですけれども、まさにその通り今日はサッカー楽しかったでしょうね。山口は、いや、山口から来たサポーターも来た甲斐があったと思いますね、これね。その山口から来たサポーターに向かってこれから挨拶をします。レノファ山口の J21 年目の冒険、結局14勝11分け17敗という成績で終わるということになります。小池も足引きずってますね、これね。長い怪我にならないことを祈りたいと思います。シーズン最終戦、ただ全ての試合に出場した小池、その小池も列に参加をして、ちょっとラインダンス多分大変だと思うんですけれども、ラインダンスをします。山口出身の獅子、吉田松陰の言葉に、姿勢にして動かざる者は未だこれあらざるなりという言葉があります。まあ、実はこれは孟子の言葉で、ちょうど今サポーター席の右側にもその弾幕が貼ってあるんですけれども、これ意味というのは、こちらがこの上もない、誠の心を尽くしても感動しなかった人は未だ会った試しがない、誠を尽くせば人は必ず心動かされるということ、そういう言葉があります。その山口にとっての誠というのは自分たちのサッカー、それを貫き通したことによって今シーズンは6000人を超える平均観客動員を集めることができました。それでは中継をご覧の皆様、見事2対0完封勝利をいたしましたレノファ山口、上野信弘監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。90分間タフに戦い切りました。試合を振り返っていかがでしたでしょうか。今日は選手たちは本当によく動いてよくやってくれたと思います。はい、シーズン通して山口らしさというのを貫くことは簡単なことではないと思うんですけれども、今シーズンどんな1年でしたでしょうか。
波はありましたけれど、選手たちよくやってくれたと思いますし、自分たちをやるべきことをしっかりやれたと思います。はい、それでは最後にサポーターの方に一言お願いします。今年1年ありがとうございました。また来年も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。山口上野監督でした。勝ちましたレノファ山口 FC 上野伸弘監督の勝利監督インタビューをご覧いただきました。まあ、この上野監督の会見あるいはハーフタイムのコメントを見ていると必ずこうサポーターに対する感謝の言葉があってからそこから試合の内容に触れるという本当にこう感謝の気持ちを大事にしている監督さんでもあります。まあ、今日は本当にレノファーやりきった試合です。まあ、特に福光の2ゴールというのはいずれも素晴らしいゴールでした。まあ、これ継続になってくる山口だと思うんですけれども、まあ、この続きまして今日のヒーローに来ていただきました、はい、レノファ山口7番福光貴樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最終戦2ゴール今のお気持ち聞かせてください。そうですね、まあ、今シーズン本当自分にとって苦しいシーズンだったので、まあ、最後、まあ、2得点ですけど取れて少しでもチームの勝利に貢献できたかなと思います。シーズントータル5点となりましたけれどもどのあたりが苦しかった点ですか。そうですね、まあ、最初の1点目がなかなか取れなくて、まあ、そこから1点取ってからもなかなか取れなかったんですけど、まあ、最後まで諦めずシュートの意識っていうのを高く持ってやったので、まあ、今日2点取れてよかったです。それでは最後に、まあ、今シーズン支えてくれましたサポーターの方に一言お願いします。それで、まあ、今年1年間、まあ、皆さんの支えがあって自分たちは頑張れたと思いますので、まあ、来年も引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー福光選手でした。今日は2ゴールを挙げました。これでシーズン5得点まで積み上げることができました。まあ、しばらく、まあ、得点がない時間もあったんですけれどもよく今日は2ゴール挙げました。福光貴樹選手のヒーローインタビューでした。まあ、今日は遠く山口から来たサポーターの皆さんも、まあ、下関から朝出てきたという方もいらっしゃるみたいですけれども、まあ、これ帰り道は楽しいでしょうね。ですね。で、まあ、順位的にも満足してないとはいえ、はい、これシーズンオフ、はい、楽しいお酒が飲めるんじゃないでしょうかね。そうですね。まあ、関門海峡はいろんなね美味しい海の幸もある場所ではありますけれども、まあ、フグであったりとか、サバであったりとか非常に美味しいものがたくさんある場所でもあります山口県です。まあ、ただこういった山口のように今までこうプロスポーツがあまりこうなかった土地に、J リーグがこう何かこうスポーツの芽をいろいろこう撒いてそして花を咲かせていくそういった流れがだいぶこう日本全国広がっている感じがありますね。うん、でなおかつそのピッチの中で繰り広げられるサッカーというものが見るものを興奮させる楽しくさせてくれるサッカーなわけじゃないですか。入り口とかかりにはすごくいいと思いますし、はい、あとはやっぱこれをやりながらもっと精度を高め、はい、でなおかつ昇格っていうところ、まあ、昨シーズンから積み重ねてきたものを今シーズン苦しい時期もあったんだけどもやっぱり得るものもあったと思うんですね。これの継続でやはりこう2年目の来シーズンは是が非でも上で踏み込んで、はい、まあ、もつれる中にこの山口がいることを少し楽しみにはしたいですけどね。本当に今シーズンに関しては上野監督はもちろん、まあ厳しさも知った部分はある、もったいない失点も多かった、そしてもっと点が取れたと思うという話をしています。練習で克服したいと思うけれどもただ逆に少し時間が必要かなとも思っているという話をしています。まあ、スタイルはある程度できているのであとはそのクオリティを上げる作業ということになっていきます。あと、まあ怪我人も多かったんでねその辺の改善は必要かもしれませんけれども、選手もしっかりもう一度1年間戦える体を作り直して、はい、来シーズン迎えてもらいたいですね。まあ、何しろこの J2 は本当に長くて非常にタフなシーズンですからね。さあそういった中で、レノファのサポーターたちは帰り支度としてこれからまあ長い、道のり山口に帰っていく方も多いのではないかと思います。ぜひ運転をされる方は安全運転でお帰りいただければというふうに思いますが、まあ、維新公園の雰囲気も含めて非常にこう空気として、まあ、アウェーのサポーターを歓迎する空気もありますし、そしてこの J2 での戦いを非常に楽しんでいるそういった空気を維新公園は感じることができるスタジアムでもあります。まあ、陸上競技場ではありますが比較的、まあ、感染環境としては、まあ、快適な、スタジアムということも言えるかと思います。
まあ、今シーズンは14勝そして11分け、まあ、したがって勝ち点53という成績を残しました。まあ、もしかすると今シーズンの躍動で何人か活躍をした選手は、まあ、上位のクラブが目をつけるなんていうこともあるかもしれませんので、まあ、このあたりオフシーズンどういった動きになるのかも一つ注目です。まあ、逆にこのレノハのサッカーやりたくて来たいっていう選手もいるかもしれませんね。もうあるかもしれませんね、その辺の選手の流出っていうものはやっぱどうしてもクラブの大きさというものに依存してしまうので、難しいのかもしれませんけれども、はい、やはり今日僕が生で見させてもらったのは初めてだったんですが、やっぱ魅力的なものを感じますよね。そうですね、はい、やっぱこのサッカーは心打つなと、はい、しかし上を目指すのであれば、そこを殺してでも何か新しくしなチャレンジしなきゃいけない部分も何かあるような感じも今日見てしました。まあ、とにかく今シーズンその福光が非常にこう活躍をしました。でまあ、おそらく、まあ、本人としてもうちょっと頑張りたかった成果を残したかったという、まあ、岸田の存在もありました。まあ、岸田が、まあ、昨シーズンは32ゴールを挙げていた、まあ、猛烈な爆発力を秘めていたんですけれども、まあ、そのあたり岸田は今シーズンは4ゴールにとどまるという結果になりました。まあ、逆にシメアの方が今シーズンは10ゴールを記録。まあ、ただやっぱり1列目2列目の部分に関しては本当に魅力的なサッカーをします。そしてセレモニーの準備を行っている水戸ホーリーホックなんですけれども、まあ、今シーズンここまで戦ってきて、まあ、試合が始まる前の段階で13位、10勝18分け13敗という成績でここまで来ました。まあ、ちょっと今シーズンを振り返ってみると引き分けが多かったシーズンではありました。そうですね、18分けというものが大きいですよね。これからシーズン最後のセレモニーが行われます。水戸ホーリーホックホームの最終戦、まあ、残念ながら勝利で飾ることができず勝ち点は今シーズン48、目標の勝ち点にも結局届かせることはできませんでした。船谷そして兵道を先頭に選手たちがピッチへと入っていきます。まあ、今日は怪我のために出ることはできませんでしたが本間コーチの姿もあります。そして最後尾に沼田社長そして西ヶ谷監督です。皆さんこんにちは。水戸ホーリーホック代表します沼田でございます。本日はご来場いただきまして本当にありがとうございます。ただ最後にこのような試合を見せてしまい大変申し訳ございませんでした。我々水戸ホーリーホック2016シーズンはいろんな形で戦ってまいりました。なんといっても今シーズン最多入場者数を突破したということで平均5000人を超えることができました。ありがとうございます。これもひとえにファンサポーターの皆様はじめ多くのスポンサー様そして水戸ホーリーホックを心から支えていただいているお客様の本当にありがとうございます。そして我々今年もいろんな種をまきました。アジア戦略そして城里町への練習場の移転ようやくその種をまくことができました。観客動員もそうですけれどもようやく種をまいたのが初めて芽が吹いてきたという今年1年だったかなと思います。しかしまだ芽が出たばかりです。我々水戸ホーリーホックはこの芽を
しっかり大木にし、そして実となり、しっかりとも最後まで育てていきたいと思います。それには皆様方のさらなる来年のご支援、そしてご協力が必要でございます。我々水戸豊漁協の支援、そしてご協力、さらなる我々に対しての力を貸していただいて2017年を戦ってまいります。今シーズンはこのような形で終わりますけれども、来シーズンもまた新たなチームで戦ってまいります。応援の方、来年もよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。続きまして2016シーズン水戸ホーリーホークの指揮を取らせていただきました監督西ヶ谷孝之よりご挨拶をさせていただきます。まずはじめにサポーターの皆さん、今シーズン我々に多くの声援を送っていただきありがとうございました。そして1年間支援してくださったスポンサーの皆様、ありがとうございました。ホーム最終戦でこういう形で終わってしまったこと、本当に申し訳ありません。できたら本当に勝利で、皆さんと喜びを分かち合いたかったです。ですが今シーズン選手スタッフ全てのみんながチームの勝利のためにどんな時も日々トレーニングし、そして走り戦ってくれました。僕は選手のことを誇りに思ってます。そして最後になりますが、水戸ホーリーホークに関わる全ての皆様にお礼申し上げたいと思います。今年1年本当にありがとうございました。続きまして2016シーズン水戸ホーリーホークキャプテンを務めましたキャプテン村谷圭介よりご挨拶をさせていただきます。まずはスポンサーの皆様、1年間ご支援していただきありがとうございました。そしてファン、サポーターの皆様、1年間一緒に戦ってくれてありがとうございました。ホーム最終戦で、不甲斐ない試合をしてしまい本当に申し訳なく思っています。ただ来年もっと強くなった姿をこのケーズ電機スタジアムで見せたいと思っています。なのでこれからも水戸ホーリーホークをよろしくお願いします。水戸ホーリーホークに関わる全ての人たちに感謝し、最後挨拶させていただきます。1年間本当にありがとうございました。水戸ホーリーホック沼田敏夫社長、そして西ヶ谷孝之監督、そしてキャプテンの船谷圭介選手の挨拶が行われました。まあ、このメインスタンドから特に中心で生まれるこの温かい拍手が私の下で伝わってくるわけですけれども、まあ、このサポーターの温かさっていうのは渡辺一平さん、非常にこう水戸の特徴ですよね。しかし、はい、皆さんが口にしてた今日のゲームの不甲斐なさといったところ、そこに甘えるだけではダメだと思うんですね。両方がやっぱ噛み合ってクラブとしても大きく育っていかなきゃいけないと思いますし、はい、
そういうものがないと行政を動かす力にもなりませんしね。ええ、まあ、あのクラブはいろんなこう今あの沼田社長も話をしていましたけれども方策を打っていて、まあ、細かいいろんなこう観客動員の、イベントを行ったりというところで、観客動員は今日7274人を集めましたので、まあ、おそらく5274人の、観客平均観客動員数をさらに上回ってくる数字になると思います。で、まあ、そういった形で成果を残した中でこのケーズ電機スタジアム水戸は現在この J1 のライセンスを満たすことができない J2 ライセンスのこれスタジアムなんですね。はい、はい、まあ、そういったところをこれ回収するためには、まあ、いろんな動きをしなければいけません。当然ここはあの水戸ホーリーホックの持ち物ではありませんので、まあ、いろんな関係者を動かす必要があるわけですよね。まあ、新しくスタジアムを建設する、既存のものにしっかり手を加える、いろいろなやり方はあるかもしれませんけれども、はい、やっぱそれに見合ったサッカーであったりだとか成績、チームとして成長していかなきゃいけない、まだこのチームには伸びしろはあると思うんですね。はい、もちろん温かいサポーターに囲まれながらシーズンを戦っていく、で今日も何かいつもと違うサポーターの声援というものがあったわけじゃないですか。はい、そういうものを選手がピッチの中でもしくは外で何か感じるものがあり、自分のプレーを変えなきゃいけないこともあるかもしれません、はい、けど全てやっぱりこれチームのため水戸のためになっていくわけですからね。まあ、練習場の話も出ましたけれども、奈良海中学校という中学校の跡地、まあ、これが城里町にあるんですけれども、そこに練習の拠点を作ろうという動きになっていまして、まあ、念願の自分たち専用で使える練習場を、まあ、あの若干アクセスは遠くはなるんですけれども得ることができるようになりそうで、そんな動きがあります。まあ、そして実は来シーズンなんですけれども笠松運動公園陸上競技場が国体のため改修に入るというところがありますので、まあ、来シーズンは、このケーズ電機スタジアム水戸が、まあ、かなり陸上の大会も含めた他のスポーツの会場にもなってくる、まあ、そんないろんなこう、環境の中で、まあ、今後、来シーズンをどういうふうに戦っていけるのかという、水戸ホーリーホックになります。まあ、今シーズン、まあ、サッカーの部分でちょっと振り返りたいと思うんですけども西側体制になってという形になりましたけれども、はい、まずどんなこうサッカーをしようかという部分ではあの渡辺平さんの目にはどういうふうにこう映ったでしょうか。今までの長いシーズン水戸ホーリーホックを見させていただきましたが、その水戸というサッカーを表すにはやっぱり守備といったところ、はい、まあ、そこを欠かせないと思うんですね。でそこがありでなおかつ球際であったり最後まで戦う、言葉は違うかもしれませんけどその泥臭さ、はい、そういうものが何かこう人を引きつける魅力でもあったわけですよね。でそういった中で引き分けを勝ちにしていく、はい、今シーズンに限っては開幕前にそういった得点源というフォワードストライカーが、まあ、他チームに流出し、はい、まあ、補強というのも非常に難しく選手層の厚さというところでもやっぱり課題が残ったシーズンだったと思うんですけれども、はい、まあ、抜けた選手だけ見るとやっぱり出てたチームではそれぞれ出てますし、はい、結果も残してますし、まあ、馬場であったり岩尾、あと鈴木優斗もそうですね。ですね。で、まあ、レンタルバックでしたけど鈴木武蔵もそうでしたね。はい、まあ、そういった選手が、まあ、抜かれた、まあ、シーズンの中でもそうですし、シーズン始まる前もそうですし、シーズンの中でも三島を抜かれたわけですよね。はい、けどそこでやっぱりレンタルなりです選手を他のチームから借りてきて、はい、やりくりしながらもただ単にメンバーを揃えるのではなく、またちょっと違うサッカーにはなりつつあるんですよ。はい、まあ、今日のゲームなんか見てても守備というよりもやっぱりボールを持って主導権を握るサッカーに変わりつつある西側体制の中で、けどまあ攻撃的守備的というよりもやっぱり戦う姿勢っていうのはどの試合でも彼西側監督は求めますから、はい、全力でプレーしながら、はい、なおかつプレーの質を上げていかなきゃいけない、まだやることはたくさんあるわけですよね。経験豊富な選手もいます、はい、その選手もまだ伸びなきゃいけないと思うんですよ。で若い選手もいます、その辺にも経験を積ませながら、はい、背中を見て育てなきゃいけないかったりだとか難しい環境だとは思うんですけども、まあ、当然負けたゲームの後のセレモニーなので、はい、どうしても暗くなりがちですけども、僕はこのクラブには伸びしろはあると思います。はい、
まあ、しっかりと着実に順位はこう積み上げながら来ているわけです。まあ、そういった中ではあるんですけれども、まあ、いろんな選手が今シーズン入ってきました。何人かの選手に話を聞きましたけれども、まあ、兵道選手が、まあ、ずっと J1、J2、まあ、大きなクラブでプレーをしている選手が今シーズン移ってきました。で、彼にちょっと話を聞いていました。この水戸の環境っていうのはどうだったのかという話を聞いて、まあ、久しぶりに自分でこう選択をして、自分のものを自分で準備をするというふうな環境になったと。で、そういった環境になっても、まあ、実際やってみれば慣れると。で、自分がその忘れていたもの、原点の部分というのを思い出してくれる、そんなシーズンにはなったんだという、そういう話をしてくれたんですね。まあ、本当にこう支えている人たちとの距離が近いクラブでもある。それをどうこうチームとしての力、クラブとしての力に変えていくのかっていうのはこのクラブにとっては大きいんじゃないかと思うんですけどね。いや、大きいと思いますね。今年の98年、はい、短期間ではありますけれども水戸に在籍し、まあ、本当に初期ですよね。はい、まだその時は JFL だったんですけれども、はい、数試合戦いました。選択肢、なおかつ土のグラウンドで練習終わりにトンボをかけてグラウンド整備をする。はい、でユニフォーム、練習着も揃っていない、はい、そういう中でのトレーニング、本当にプロといいますか J1 でやってた、はい、僕からすると衝撃的でしたし、そういうことをやってまででも高く希望を持ってプレーする選手たちの目っていうものにまたもう一度考えさせられましたからね。まあ、そういったあの環境の中で上がっていく非常にハングリーさというのがこの水戸のチームの特徴でもあって、まあ、そういった中でこのチームのシンボルでこの水戸短大附属出身の本間コーチという、まあ、レジェンドがいるわけですよね。まあ、彼の水戸に対する思いって本当に強いですからね。いや、大きいと思いますしね。そのファンサービスもそうですけれども、ファンが彼に対するこう目がやっぱりちょっと違うんですよね。はい、まあ、あの震災が起こった時には誰よりも早くこの震災の活動を自ら始めたというね。本当に地元に対する思いも強い。で、この本間コーチや曰くこの順位今回、まあ、勝てば最高順位になるという質問がまあ記者からあったことに対して、そんなことで満足してはいけないんだというふうにかなり強い口調で言って、もっともっと上を目指せる、本来はそういったポテンシャルのあるクラブなんだという趣旨の話をしていました。まあ、考えてみれば愛媛がプレーオフ行ったりですとか、まあ、いろんなその予算規模と戦っているクラブでも上に行ける可能性は伊部さんあるわけですよね。あると思います。はい、まあ、そういった中でこの水戸ホーリーホックに求めたい部分というのは改めてどんなところになりますでしょうか。満足しないというか誰も満足はしてないと思うんですけども、このチームで試合出てるからといってそこで満足するのではなく、はい、やっぱ日々のトレーニングからやる、まあ、これに限ってはやっぱりどのチームにも言えることかもしれませんけどね、環境であったりだとかそのことを口にして何か逃げるのではなく、しっかり今の現状と向き合った中で、はい、自分がサッカーに没頭できる環境を作るということですよね。そこには多少なりとも犠牲が伴うかもしれませんが、はい、そんな長くやれるサッカー人生じゃないですよ。そうですね。まあ、引退した僕から後輩というか、はい、今いる選手たちに伝えるのであれば、今やれることを本当に幸せに感じて、はい、一日一日大切にしてもらいたいですね。はい、まあ、この水戸ホーリーホックというクラブに逆にチャレンジをしに来た選手もいます。まあ、そういった中でいうと今シーズン移ってきた金沢から移ってきた佐藤和弘に話を聞きました。まあ、この佐藤和弘選手は、まあ、あの制限金沢でかなり結果を残したわけですけれども、移籍をしてきて、まあ、10試合ぐらい経った時でしょうか、まあ、本当に周りの選手が上手くて練習についていくのが非常に大変ですという話をしていたんですね。でそこからまあしばらく出場機会がなかったわけですけれども、まあ、そこからまたレギュラーを取り返して、まあ、そして活躍する試合もありました。で本人が話をしていたのは、まあ、チャレンジをしに来ているわけだから、まあ、あのうまくいかない時期があるのはもう十分分かっているんだという話をしていました。まあ、そこであのポジティブに考えて腐ったらダメだという気持ち、それからともう一つは誘ってくれた西ヶ谷監督に対する感謝の気持ちが自分を支えてくれたんですという話をしていました。まあ、それぞれいろんな思いを持ってこの1年戦ってきたシーズンではあるんですね。まあ、ワンプレーワンプレー一つ一つを自分たちの中で良くしていかなければいけない、まあ、そういった選手たちの集まりがこの水戸ホーリーホックでもあります。まあ、おそらく、まあ、このメンバーでやれるシーズンというのはもちろんこれが最後ということになるんだとは思いますけれども、また来シーズン、まあ、構成も含めてどういった入れ替えがあるか、監督としても編成
計算がなかなか立たない部分があるっていう難しさもありますしね。まあね、リーグ自体はこれで終わりますけれども、まあ、監督はここからが大変なわけで、はい、このオフ、まあ、しっかりと補強であったりだとか何に着手しなきゃいけないのかっていう決断を下さなきゃいけない時期ですからね。まあ、非常にそのあたりは、まあ、この後オフシーズン、まあ、強化部長も含めて、まあ、フロントの動きというのも大事になってきます。まあ、ただお金を出して解決できるそういうタイプのクラブではありません。まあ、したがってこう関係だったりとかあるいはレンタルをうまく利用しながら、期限付き移籍を利用しながら、まあ、そういった形で、まあ、補強してくる形にはなるのではないかというふうには思います。まあ、ただ今シーズンも湯沢が、まあ、栃木降格をするチームから移籍をしてきて、まあ、今日も湯沢は非常にいいパフォーマンス見せてましたね。そうですね、けどやっぱこうプレーしてる間、プレータイムの間コンスタントに自分の良さが出せるように、はい、もしくは自分の良さを消されてる時に何をしなきゃいけないのかっていうことも彼はこれから先課題として取り組んでいかなきゃいけないと思うんですよね。はい、難しいってうまくいかないからカリカリするのではなく我慢するとこはしっかり耐えて、ここぞという時に力をこうぐっと貯めておく、はい、そういう駆け引き、相手との駆け引きであったりだとか自分のコントロールであったりだとかまだまだこれからやることはたくさんあると思います。はい、さあそれではこの試合のハイライトシーン振り返っていこうと思います。立ち上がりから山口のテンション高く入りました。前半の20分です。まあ、右サイド庄司が起点を作ってそして福光から加藤に当ててそして福光の左足シュート、これが先制のゴールになりました。まあ、このシーンもそうですけどやっぱり最終ラインと中盤のラインというものが人数はいるんですけど肝心なところに人が足りてないですよね。終始このゲームここに一つポイントはあったと思います。そして前半の33分水戸ロメロフランクのキープ、ここから左に振って兵頭ボランチ同士でつながって最後はロメロフランク、うまかったですけどね。けどまあ今日の山口も最後まで守備が集中切らさずに泥臭くボールに対してプレッシャーいってました。はい、そして前半40分山口です。中盤でボールを持ってここから福光ドリブルを開始そして倒れかけますがそのままシュートに出ました。そして最後こぼれ球取り替えを押し込んだんですがオフサイド。まあ、これも完全に崩したシーンではありました。はい、そしてエンド変わって後半です。後半の10分山口です。左サイドから逆サイドへのクロス、そして小池から中央、最後はオーバーヘッドで狙っていった加藤のシュート、そしてさらに山口、このカウンターは見事でしたね。数的優位を作った状態で福光、そのまま2回切り返して左足を振り抜きます。まあ、パスの選択もあるんでしょうけれどもあの辺はね得意なドリブルで仕掛けるそのエゴイストさを出してもよかったと思いますしそれがいい形に現れましたね。まあ、この位置からの角度で見るとよく切り返し分かると思います。これ守る側からしてもパスコースがたくさんあるっていうのは多分分かってると思うんですね。だから少しドリブルに対する対応が遅れたのかなと。はい、もうこの近辺ですから、ファールにもいけないですからね。そうですね。そして27分山口左サイドからのクロス小池のこのシュートポストを叩きます。小池も本当に躍動感ある選手。よく走りました。ちょっと怪我がね心配ではありますけどね。膝を痛めました。ね、来季に備えてもらいたいですね。そして後半33分水戸ホーリーホックはロベラフランクが運んでいきます。これは決めたかったですね。ボールの運びで2人を引きつけその間、はい、コースを狙ったかもしれませんけれども、イレギュラーなのか、はい、それともシュートミスなのか。まあ、その前若干芝でバウンドしたでしょうかね。このロベロフランクからのパス、まあ、シュートを浮かしてしまって結局0対2ホーム最終戦山口に敗れるという結果になりました。
スタッツをご覧いただいています。こんな数字になっています。やはり山口が終始支配した、まあ、そんな結果だったでしょうかね。そうですね、今2点差ついていたのでゲームを終わらせてもよかったんですけれども、3点目を取りに行く姿勢、まあ、そういったやっぱり姿勢が駆けつけたサポーターの心を揺さぶるんでしょうね。結局17本のシュートを打った山口が2対0で勝利を収めました。そしてスカパーでは J1 昇格プレーオフ、J2、J3 入れ替え戦の全試合を放送いたします。年間を通じて激しい戦いを乗り越えたクラブの熱き戦い、そして迫真に迫ったゲームをどうぞお楽しみになさってください。で、この結果をお伝えしようと思いますが、入れ替え戦圏内が杖原金沢、そして降格がギラバンツ北九州という結果になりました。したがって J3 の入れ替え戦、J2、J3 入れ替え戦は J3 2位になった栃木と金沢が争うと。その最下位も入れ替わったわけですね、最終戦でね。そうなんです。したがって新スタジアムギラバンツは J3 で戦うという結果になってしまいました。いや、あのスタジアム、いいスタジアムだけにね。そうですね、新スタジアムなだけにね、ちょっと見たかったなという感じもしますけれども、まあ、J3 でギラバンツ、ぜひ来シーズンまた巻き返しを図ってほしいなというふうに思います。ぜひ昇格プレーオフ J2、J3 入れ替え戦もお楽しみにしていただければと思います。まあ、こういうシーズン、こういう結果を聞くといろんな思いがね、去来しますけれどもね。けどもこれはね、もう春先にリーグの開幕があった時からも始まってるわけで、やっぱあの時のやっぱ山口のサッカーというものは、はい、今シーズンの J2 なんかあるぞって思わせてくれましたし、ええ、結果が出ない今でもそれにこうなんて言うんでしょう、貫き通したというかこだわってやり続けた、はい、もちろん順位的には上野監督含め選手もチームとしても納得はいってないでしょうけれども、ええ、本当に来シーズン楽しみだと思います。はい、まあ、そして、シーズンのセレモニーもご覧いただきました水戸ホーリーホックですが、まあ、誰よりも深く、頭を下げていたのが船谷キャプテン、まあ、いろんなこう思いがあったと思いますけれども、まあ、チームとしては一歩一歩前は進んでいるので、ぜひまた来シーズン積み上げをこう期待したいところですね。まだ、まあ、社長さんも、おっしゃってましたが、芽が出たばっかなんですから、はい、ここからこう今下向いている暇はないと思うんですよ。もちろん悔しさという意味ではそこはかみしめてね、はい、来季に向けて一人一人がチームとしてもやっぱりこう準備、はい、用意してもらいたいですね。はい、まあ、サポーターもね、最後までセレモニーを見て、そして、まあ、これから家路につこうとしています。 J2 は最終節を迎えました。お送りしてきました水戸ホーリーホック対レノファ山口 FC の一戦、結局0対2、レノファ山口 FC が勝利をし、水戸ホーリーホックは最終戦飾ることはできませんでした。放送の解説は渡辺一平さんでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ピッチサイドリポーターは佐藤恵美さん、実況西田敦彦でお送りをしました。それではこの辺で経済電気スタジアム見ておりお別れをします。